それではそろそろですね、はい、金八やごらを始めたいと思います。で今日はですね、コメンテーターの方、4名をお呼びしたんですが、ちょっと今立花隆さんがですね、ちょっと遅れていらっしゃるようなんで、この私とねコメンテーターの方3人で始めていきたいと思います。でまずですね、簡単に自己紹介からいきたいと思うんですが、今私が、日本海賊党の代表をしております須澤と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それからとですね、自己紹介でいきましょうか。じゃあ沖田さんからお願いします。日本海賊党 のサポーター会員の沖田といいます。長野県に住んでたので、ちょっと地方債というか、県の借金については興味があります。そういうところになってます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、石川久美子です。久美子の育て愛広場で皆さんに毎週お目にかかっております石川久美子です。政治学者、政治思想史が専門家なんですけれども、真面目に生きている働いている人が食いっぱぐれない社会を作るということを目指して、世田谷区内を中心に活動しております。よろしくお願いいたします。公認システム監査人、それから IFRS と公共交通のコンサルタントをしております田淵と申します。よろしくお願いいたします。今日取り上げる予定の消費税の軽減税率の推進と、あと TPP 対策の方をよくやっております。なんで最近は先週もこちらにお呼びいただいたんですけども、あと組チャンネルの方で4回ほどお世話になりまして、今週もちょうど出演させていただいたところですけども、また来週も一応呼ばれておりますので今度はそうですね、組チャンネルさんのご希望によって、そのキリスト教の歴史というのをちょっとその宗教改革以前のことで、なぜ東西教会が分裂したのかという話を、特にその翻訳の観点ですね、タイトルもですね、東西教会の分裂、それは誤訳から始まったというタイトルで、やらせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それではですね、今日のお題をねちょっと確認したいんですが、今日はこういった内容でですね、これから話し合ってみたいと思ってます。まず最初はこれ先週もですね、大阪のダブル地方選が始まりますよという話をしたんですがね、結果が出ましたんで、その件についてのお話、あるいはこれからどう大阪あるいは全国の政局が変わっていくかといったことをちょっとお話したいと思います。それからちょっと国際情勢ですが、トルコ軍がロシア機を、ね、撃墜したということで、ますますその、第3次世界大戦に近づいていたんじゃないかというようなですね、そういった懸念があるわけですね。そういった情勢だとか、それから、これは田淵先生がね、非常にもお詳しいんですが、その軽減税率のですね、中でもだいぶいろんな、その審議があってですね、変わってきたと。で特にインボイスを導入しようと、はい、という話がごく最近の記事に出ましたですね。はい、それから、感染失業率がですね 3.1%、まあ、3% ならもうほとんどね完全雇用とよく言われますけどね、そこに近づいてると。ちょっとなんかあまり実感がないんですけども、そこへの話をさせていただくと。で最後は衆議院がですね違憲状態だというですね、そういったことがね最高裁で今回3回目言われていると。こういうのをどうすればいいのかなというような話をですね、したいと思っております。はい、ということで最初はですね、まず、大阪のその4ですね、田淵4、田淵4と言いますか、大阪のその、ダブル地方選のね話なんですが、なんかスライドをですね田淵先生が作ってくださったということで、4番目でしたっけ、はい、そうですね、はいはい、ちょっとこれじゃちょっと解説していただきますか。はい、もうこれは先週ねちょっと申し上げたんですけれども、まあ本来のその基礎表を考えますとですね、これは1勝1敗になる予定だったんですね。いろんな選挙の専門家も大体そういうふうにおっしゃっていたんですが、終盤になりまして、大阪市長選の方も維新が取るっていう状況に、なりまして、私がその時申し上げたのは野田武が悪いと。どうも野田氏の敵が多すぎますね。野田っていう名前の国会議員は野田聖子さんもはじめとしてですね、もうね、ろくなのいないなと思うんですけども、この今右下のこの野田武さん
って人がいるんです。この人は税調会長のドンなんですね。で昔は小立っていう名前で野田家に養子に行って熊本の方に行った人で、一時期あの党を出てですね、あの新進党とか保守党とかにいて、自民に戻った人なんですけども、あのこの人はですね、実は一つ悪い過去がありまして、実はバブルを崩壊させた張本人なんですね。つまり地下税っていうのを作ってですね、そのもともと土地をね売ったらその課税するってのがあるんですけど、保有高に対して課税するというですね、これをしゃかりきになって作ってしまってバブルを急激に崩壊させた張本人ですが、まあ本当にもう失われた20年を作ったような人なんですけども、で今は実はその地下税がもう執行停止になってるんですね。あまりにひどいということで、でこの人はですね、実はまあそのいわゆる軽減税率問題での議論を引っかき回している張本人で、本当はですね去年の12月に引退させる予定だったんですが、邪魔しないっていう条件でとかまたやってるんですね。でまた今日また某新聞で彼が昨日ですね、青色申告協会っていうのが全国大会がありまして、そこで自分の自説を述べたことを某新聞がなんか記事にしちゃいまして、今日自民党大混乱になったそうです。だってそれでこのなぜ自民党が惨敗したかということをですね、ちょっと見ていただくと分かるんですが、役職見てみましょうね。総裁まだ代表は安倍さんと山口さん、これ皆さんご存知でしょう。で幹事長は谷垣さんと井上さんですね、はい、ここまで分かるんですよ。実はね税調会長が、まあ、野田武史、あ陽一かぶってます、すみません、野田武史さんから宮沢陽一さんに変わったんですが、選対委員長茂木さんなんですね。ところがですね、公明党はこの税調会長と選対委員長が同一人物の斉藤哲夫さんなんですね、つまりこの野田さんと宮沢さんが斉藤さんをいじめまくってたわけですね。でいじめた相手が選対委員長だったということでして、まあ何が起こったかって大体わかるわけで、一番怒らせたらいけない人、一番怒らせてはいけない人を怒らせてしまったんですね。で実はその起訴票ということをですね書いて、なんか私になんかそのツイッターでなんかこのアホボケとか言う人いるんですが、よく見てください。実はですね、大阪市はあの衆議院の小選挙区でいうと1区から6区になるんですね。でこのうち3区と5区と6区は公明党の現職衆議院議員がいるというところでして、非常にあの公明党の動きが選挙の帰すを決定するような選挙だったわけです。これはあの一つの市で3人持ってると他に例がないわけでして、でまあこういう状況なわけですね。で当初、大阪市長候補の柳本さん、これはあの柳本拓司参議院議員の甥に当たるんですけど、非常に有力視されていて、まあ二階さんあたりも通るだろうと言ってたんですが、もう要するに公明党をいじめすぎてしまいまして、やる気なくしちゃったんですね。で、まあ、ちょっと前回もお話したように、あの公明党っていうのはスイッチ1から6があると言われていて、もう今回1だったんですが0になっちゃったみたいですね。で結局投票に行った人は7対3で自民に入れたんですが、投票したそのものが少なくてですね、大量に棄権してしまったみたいでして、でこれがですね、蓮舫ちゃんのいる立正厚生会とのえらい違いでして、公明党やる気なくすと大変なことになるんですね。で実は私の石川さんは東京都の世田谷区というところにいるんですけども、世田谷区の区長選挙っていうのがありまして、まあ自民党の出してきたその、まあ、球が悪かったって説もあるんですが、非常に前回もお話したように、4月の19日にですね、午後2時ぐらいでしたかね、公明党が危機大会をやったんですね。そこに動員されていたんですけど、2時間後にですね、なんか急に谷垣貞一来たとか言ってこう張り紙が出てですね、谷垣さんを押しかけてその後ろに設定したんですね。でところがですね、その自民党の方のところに区議が候補が18人いたんですが、なんと10人もサボりまして、その当時議長をやってた人と、もう亡くなりましたけどその幹事長だった人がサボりまして、来たのが8人しかいなくて、そのうち2人が駐座して、残った2人の6人のうち2人が落選したという、そういう状況だったんですが、そこでですね、ちょっと面白いことが、面白いといけませんけども、その公明党パートが終わった時にですね、その1人の都議を残してみんな帰っちゃったんですね。で私は公明党の人に、あれ聞かないんですかって言って、推薦してるんじゃないんですかって聞いたらね、あもう終わり終わり終わりって、関係ない関係ないって言ってですね、帰ってしまっちゃった。そしたらですね、誰とは申しませんけど自民党の人がですね、
皆さん帰らないでくださいまだ終わっていませんって言ってたのぐらいにやる気なくした。そしたらですね、なんとあの今その社民党出身の保坂さんにですね、7対3で負けてしまって、開票始まって10分で当確が出たというですね、もう何とも言えん惨敗を喫してしまってですね、私もこう同じことになるんじゃないんですかと思ってたら案の定なってしまった、まあ、だから保坂区長は、はい、まあ、現職で2期目強いと言われていつつ、もともと選挙が弱い方だったわけ で、 そうなんですよ、その区長に負けてしまったということはかなりな出来事であるわけですね。かなりな出来事ですね。で、まあ、キャッチングボードをめちゃめちゃ握ってるっていうことですよね。まあ、特に社民党さんというのは申し訳ないですけど、政党要件が危ないと言われている状況で、次の参議院選挙でね、2人比例で取るって非常に難しいんですが、取れないと政党要件を失うって言われてるわけですね。そこまで来ている社民党出身の保坂さんにダブルスコア以上で負けてしまったと。で、当時、ね、そう、自民党も公明党も結構通ってたんですが、それでもそんだけ負けたということはですね、いかに公明党がやる気をなくすとですね、大変なことになるのかという一つのあれでありまして、まあ、私が聞くところと今度の参議院選挙でですね、ちょっと怖い予測もあって10勝22敗ぐらいになるんじゃないか。1人区、自民党が32人立ててですね、かなりボロボロのことになるんじゃないかという予測も出てるぐらいでして、で特にね、まあ、これちょっといい言い方はないんですけど、あの選挙の実務を考えますとね、どうしても保守系のお年寄りの方っていうのは実際にお菓子食べてるだけであんまり実動で役に立たない人多いわけですね。ところが公明党は比較的その辺まあ、小回りが効くというか、結構ね手足になって動いてくれるんですね。時間絶対守りますから、でポスターは絶対15分で張り切りますでしょ。そういうのがあるんで、まあで私も選挙終わってからも、まあ自分の名前名乗って終えて両事務所にね、柳本さんとこと栗原さんと出ました。もう公明党はいなくて偉い目に遭うたと。なんでこんなことしてくれたんかと。それは野田武さんが悪いんでしょうって言ったら、なんてことしてくれたんかと言って選挙にならんかったと。でなんと柳本事務所で一番動いてたのはシールズだったという。あ、そうなんですよね。やっぱりそういうことなんですよ。なんかね、地下鉄なんかで頑張ってたっていう話を聞いて、ね、でますますその共産党のイメージがついて保守票が逃げたというですね、まあ本当にまあ情けないというかですね、これ本当にね、1区から6区に3人が公明党なんですよ、ここは。まあ、上昇関西と呼ばれてる、上昇関西と呼ばれてるね、敵に回すやつがあるかって話でね。しかもこの軽減税率の幅でも、これまたね、具体的な数字出すわけないって言ってますけど、これまた嘘はいけませんね。いや、こんなことしてたらね、ダメですよ本当に。しかもこれまあ、最大まあ6000億程度ってことになると、毎年の補正予算の5分の1でしょ、出ないお金じゃないんですよ。アベノミクスで3兆円以上余計に入ってきてるわけですからね。で、なんでこんな意地張ってるかというと、これは野田武さんがですね、よっぽどその複数税率をされたら困る、そのレジとかですね、ソフトウェアの会社と仲がいいんじゃないかと言われてるぐらいでして、まあ、とにかくもうこの調子でいくと、次参議院選挙で確実にねじれ国会になるんじゃないかと。そうすると安倍総理が退陣して、アベノミクス終了と、で増税路線に行くということで、財務省めでたしめでたしではないかと、こういうふうな見方もありますね。なるほどね。はい。まあ結局は、まあ、大阪維新が、ね、もう圧勝で終わっちゃったんですけども、石川さんもそういった予想だったんですか、最初。そうですね、まあ、だから、その1勝1敗でいけるのかなと思っていたら、あれ、どうもちょっと世論調査を追っていくと、動きが悪いなと思っていて。いつね、スロットル入るのかなと。いやスロットルはだから、うん、先週の水曜日までに谷垣さんが折れたら、山口代表が記者会見する予定もあったらしいですよ。なるほど。それ公明党関係で聞きましたけど、準備できて原稿まで作ってたのに、期限切れになって、まあ、金曜日の段階でもう手遅れだから、柳本さん悪いけど、まあ、見殺しにするというかですね。だけど柳本さんいい人ですよ、本当にもったいないね。これから大阪まだ向こう4年間恐怖政治が続くと思うとですね、私も元大阪府民ですから、副知事辞められちゃいましたもんね。そうですよ、副知事も嫌になって辞めたっていうんですよね。で、沖田さんもやっぱり圧勝だと思ってました。いや、私も一生いっぱいだと思ってたんですけど、本当にね、
まあ、それから栗原さんダメですね、あの何名打ってるんだけど、あのもっと北部に行かないとね、うん、そのやっぱりその選挙期間中にこう放送禁止用語を言ったりすることに一番ヘキヘキしてるのはやっぱり山手地区の北部ですからね、北摂地域と言われるところなんで、そっちに行かなきゃいけないのに、もう何をしてるんかですね。まあ、だから大阪維新は結構選挙分析はしっかりしていて、で、ね、で都構想で取りこぼしているところを重点的に回っていたってことがあるようなので、やっぱりあの従来の支持層だけ回って固めるよりはもうちょっとね新規開拓で両陣を行くべきだったんだなというふうに思いますけどね。結構組織的に動いてるということですね。で今回その、まあ、一応表面的には自民党と公明党が、あのいや違います、公明党今回は中立自主投票、いやそれが大きかったんです。自民党と 共産党ですね。あ、あと民主党、共産党は正式にその協力してました。あと民主も協力したって言って、だからでも共産党動きもおかしいんですよ、考えてみたらね。あの他の、国政レベルではね、今度その、国民ね、その統合したね、そういった政権を作ったという形で、自民党打倒に動いているのに、この、ね、大阪のダブル選では自民党と組むと、まあ、それだけ、ね、あの重大になってきたと言えば、うん、いやいや、そうじゃなくて単に維新が異常なだけでしょ。そうですね、大阪維新ってもともとはあの自民にいて抜けた人たちの集まりなので、うんうんうん、母体として、母体として、うん、でもいいんですか、あの弱肉強食型のね、こうなんていうか、ほらあのこの間もやりましたけど、あの高校生とかがですよ、主役女性を減らさないでくださいって言ったら自己責任だお前が悪いとかですねもうこういうそのむごいことをやる人をまた選んでしまったっていうのはアホじゃないかという気がするんですが、本当ね、何考えてるのかと思いますけどね。退職金をなんか廃止して、それその分給料に上乗せしてるとかいう話もあって、あ、聞いたことありますね。まあだからもういい加減に気がつけようと思うんですけどね。だから割とね、その大阪維新って、他の県の人はあんまり評判良くないんだけど、だけどもやっぱり大阪のね、県民と大阪の人たちにとってはもう本当に絶大な支持があるということなんですよね。いや北部はそうでもないですね。そうですか。でちょっとごっと強引ってもらっていいですか、うん、この関係のことで、あの、まあ、西宮維新の野田の裁判もありましたけどね。で実はこれが前回のね、あの組チャンネルで出てきた話ではあるんですけども、この図の見方を簡単にご紹介すると、その細川小泉連合っていうのと竹中新党って、これがあの食パンだと考えてください。で黄色がスクランブルエッグで、その楕円形のものがプチトマトだと考えて、でこうサンドイッチってキュッとこうプレスするとニョキッとこうはみ出ますよね。で今だいたいこんな状況になっていて、注目するべきことは、あの桜井よし子さん、あの台湾民政府の影響下にある桜井よし子さんが、実は最近は自民党にあんまり相手にされなくなってきて、長島さんと右上ですね、あの白黄色の枠の長島さんと細野さんと馬淵さんの方とこう仲良くするようになってきているというのがあります。右側の方を見ると、まあ小沢一郎さんは左翼になってしまいました、うん、これ言うとね、小山さんに怒られましたけども、もう最近山本太郎さんのね系統ですし、であの下の方注目してもらいたいんですけど、なんとあの、一番左に鳩山幸男って書いてあるんですけど、その行田っていうのは幸田って読むんですけど、幸田邦子さんっていうあの埼玉選挙区の参議院議員で、民主党から緑の風に行ってみんなの党に行った、無所属になってみんなの党解体したんですが、もっぺんみんなの党を再建したそうです。でこれは鳩山系ですので、どうもこんな流れで、まあひょっとして山田雅彦先生ここ行くってことないですか、ね、そうなんですかね。なんかね、でも多分とりあえず、はい、あの先に商標取りました系の感じですよね、うん、そうですね、先に商標取りました系の感じですねでも それだけ緑の党っていい、なんかそのみんなの党、みんなの党っていうのはあれですか、なんか粘りありますよ、うん、どうなんでしょうね、うんうん、でその元みんなの党の、だった元気の会の松田さん、松沢さん、猪木さん、それから次世代の党も、まあ、中山さん除いてもほとんどもうネオリベになってしまいましたんで、うん、それとあの大阪維新の会がどうもひっつく統一会派だなんて動きがあって、今日なんかちょっと松田さんがちょっと待てよという話もあったんですが、今ちょっとこうネオリベ再編が進んでるわけですね。非常に危険なことですね。であとこの左側のこの総盲の会というこうなんかこうチャンネル桜丸出しのですねなんかそのとこにあの小沢咲人さんって言って、うん、その維新の中間派ですね、
あの執行部側にも大阪側にもつかなかった人がやっぱり独立されて、そこへなぜか山田太郎さんが入っているという、うんうん、これはあの元気の会です。これ石川さん、これ4つひっつくと衆参で50議席超えますよ。これそうなんですよね、かなりの数になってる、ね、かなりの数ですよ。これ共産党より上ですよこれ、うん、ひょっとすると民主に迫るとまで言わないけどかなりの数になりますんで、まあ、確実に足元でですね、あの我々が倒さなきゃいけない新自由主義者が実ははびこってきてるという事実もあるわけですね。で、あのフォーラム4っていうので一時期、まあ、前回ご紹介したんですけど、あの古賀茂明さんがですね、あのちょっと政情であの大事件がありまして、そのいわゆるその生活者ネットを引っ張り込んでたんですが、 TPP は手ぬるいと言って潰れてしまいましたので、まあ、もうそこはないとなると、この総毛の会というそのチャンネル桜のような党と、なんかちょっとわけわかりませんね。であと、そうなんですね、だから自民党より右に行っている人たちがなぜかあのネオリベになってしまったんですね。そうなんですね、なんか非常にあの勢力図としては気持ちの悪いことにはなっていますね。アメリカのポチーって言われる人たちなのかもしれませんけど、うん、でこの上の方のところを見ますとね、あのこれこの黄色のところ基本的に韓国が好きな人と新自由主義と新修練といったの立正厚生会、天理教、崇高真光、こういうところのグループは大体積みまして、まあ白新君さんとか蓮舫さん、野田さん、前原さん、辻元さん、小田地さん、藤津さん、皆さん立正厚生会からすごく支援を受けているわけですね。だからやっぱりそれと、まあさっき申しましたように、あの創価学会、公明党と違って立正さんは非常にあの団結力強くてですね、あの額面通り必ず票が入りますんで、まあ、だから今回もまあ蓮舫さん落ちないだろうと言われているわけですね、まあ、これがまあ最近の一つの動きだということですね。はい、以上です。すみません、どうちょっと。はいはいはい。はい、ということで、まあ、大阪のそのダブル戦は、まあ、維新のですね、大阪維新が圧勝だったんですが、やっぱり、まあ、今もちょっと田口先生のお話あったんですけどね、これやっぱりその、来年の国政選挙の方にも、相当大きな影響を与えるんですよね。いや、影響出るでしょうね。で、以前前だったらその共産党がね、あの割と譲歩して、で、その自民党以外の野党とね、協力して、その政権をひっくり返したと、ひっくり返したという、そういった話があってですね、で、その時は、他のその野党がある程度それに応じればですね、実際そうなるかなっていう話もあったんですけども、何かそこで、大阪維新が結構力をねつけてきたと、うん、でそれからちょっと民主党はなんかその全然また分裂だとかなんとかそういう話でね、うん、ちょっとどこもしょうもないというところで、そのまあ共産党の目論見通りにはいかないのかなと、うん、そうなるとやっぱり、この後どうなんだろう。特にあれですね、不思議なのはあの大阪の時はね、うん、その橋本さんを潰せということで自民党がですね、うん、結構その頑張ろうとしたわけですよね、うんうん、だけども今度はその国政レベルになると、その民主党と対抗するために、そのいわゆる大阪維新のねような考えの人と組むというようなあの話もありますよね、うんだからそうなるとなんか地方と国政でどうそういったね、まあ、共産党としてもそうですし、あるいは自民党にしてもそうですしね、なんかその、地方と大阪と国政で、なんかその接点がなんかねじれてるなという気がするんですよね。沖縄と同じでもちょっと大阪特殊なんですね、うん、そういう点見ると、まあ、ただ官邸はね先走ってやけに大阪と組んで会見をなんていう話もありますからね。ありますけども、まあね会見という、うん、まあ憲法改正という一つのね、うん、あれもあるんでしょうけど、うんうん、まあね、ちょっとよく分かりません。だからどっちにせよ、なんか今日なんかあの大阪府連の、ね、自民党の会長がもし衆参ダブル戦になったら全滅するかもしれんって言ってるぐらいですから、まあだからこれ、まあ、さっき申し上げたようにあの本当に怒らしてはいかん人をね、そうですね。で、まあ、柳本事務所にも私も言ってまして、あの分かってますけど公明党の税調会長とその選対本部長が同一人物って分かってますとか言ったらああ遅い遅いわってやってくれた、一番最初に、ね、それは抑えておかないと、一番それが分かんなかったんだと思う。まず最初に挨拶言いに行かないといけないところですよ。もう何をしてんのかって話ですね。から結局ね、まあもともと前回石川さんもまあ言われたように、まあ実はあの公明党自身があのもうあの
安保法案にあれだけ付き合ってですね、もう組織ガタガタなんですよね。ねもう本当にこう反乱も起きてて、ものすごいことになっててですね、これでですね、成果上がんなかったら党が崩壊するわけですね。そこまで付き合ってんのになんじゃってことになるわけですよ。まあこのままいくとあれでしょうね、あの今度の時はどうなんですかね、共産党と維新が伸びて自民が惨敗するんでしょうね。自民が惨敗する、あるいは公明もね、そのあまりその期待できないという状況の中でね、本当は野党がどんと伸びてもいいはずなんですけども、じゃあ一番の内党の民主党がですね、どこまで頑張ってるのかって言ったらですね、なんか民主党は民主党でもガタガタでどうしようもないんじゃないかという感じですよね。やっぱり党の代表は変わらなきゃダメでしょうね。やっぱり岡田さんが党代表っていうのがやっぱりあるんですかね。なんか気まじめすぎてね、なんかあんまり代表だとかね、そういったことは思想もない感じなんで、そこら辺やっぱり影響してるでしょうかね。松野さんは柔軟すぎるという説もあるんですよね。そうですか。まあちょっとね、なかなかあのよう分からん状況であるんですけど、まあでもその民主党とその維新の党でしたっけ、その大阪維新行かなかったですね、あそこが一緒になるとある程度勢力を盛り返すんでしょうかね。そうでもない、もう逆に出てくるとか、民主党解党だとかいう人もいるし、保守系の人たちがどう思うかですよね。いやだからそのさっきの図にありますようにね、ちょっと4にしてもらっていいですか。5ですね、5ですね、これ見てもらってね、最近ですね、桜井佳子さんがですね、最近長嶋さん、細野さん、馬淵さんあたりに声をかけてるっていう、なんか一緒に講演会かなんかやってましたね。やってましたね。だからその、なんかよくわかんないんですけどね、どうもね、最近桜井よし子さんが保守ではないっていうのバレちゃったみたいですからね。だいぶこう、まあ、あの方はもともとその日本の国益よりも台湾の国益のために動いてる人なんで、まあだいぶバレちゃったみたいですけど、まあ本当でも桜井さんと喫水は日本人でしょ。日本人ですけど元台湾生まれなんですね、あ台湾で、あのオーストラリア人と結婚して3年で離婚したという経緯があって、まああのクリスチャンサイエンスってちょっと特殊なキリスト教の方でいらっしゃってですね、まあところがこの左と右でしかものを考えない人になると大変でね、いやだって桜井さんなんてあれじゃないですか、あの TPP 無条件承認でしたからね、どこが保守なんて思いますけどね。まあそれはどうしてもこう左翼右翼でものを考えてると騙されるわけですね。まあ、だから維新の党自体もですね、一枚岩じゃないわけですね。その図に出てますけれども、結局やっぱり、ね、元みんな優位系のネオリベルっぽい人たちと、そうではない、結構労組寄りの人たちがいて、まあ、元民主の方とかね、いるので、そこもなかなか波乱含みですよね。まさにまあ代表選が両陣営の代表が出ちゃってるのでね。明日ちょっとね、我々が実はあの山梨県の甲府のですね、講演会があるんですね。ピュア、なんでしたよ、ピュアなんとかっていうとこですね。なんか男女共同参加みたいなとこですね。のとこでやりまして、あの明日あの、12時30分の新宿発の開示で我々移動しますんで、もし参加したい方は見つけてください。あのそれで恩返来てますんで。でここがね、やっぱりあの山梨の注目ですよ。小沢咲人さん、ね、本当出る予定だったのが今度と離れちゃって、越石さんがどうするかっていうのがあって、逆に自民党が今割れてますから ね山梨はね、だからすごい注目の選挙区になるでしょうね。それとあのね、福島とか新潟みたいに今回原因区で2名が1名になるところもありますし、でもこの石川さん、これ次世代と元気と大阪維新がもし合体したら東京で6人区になったら1人通せるに違います？ネオリベ代表の、そうですね、某女性とか、そうですね、某女性とか、まあ、だから逆に東京で戦うんだったら大阪州を出さない方がいけるかもしれないですね。ああそうですね、その蓮舫の対抗馬なんちゅう形でちょっとネットでも騒がれてるようなね、そういうような人を出せば通っちゃうかもしれませんよ。あとはね、市民グループがちょっと擁立をあのするようなので、あなるほど、来月の上旬か中旬ぐらいに発表するっていう話は
聞いてるので、あ、なるほどね、そのそこがどういう人を出せるかでしょうね。なるほど。あと自民党山本太郎さん枠ですよね。あ、なるほど、ね、太郎枠ね、うん、自民党が2人目まだ決まらないんです ね、 そうですね。滝川クリステルさんが結構 有力だったんですけど、うん、どうもまだ決まらないみたいですし、うんうん、じゃ次行きましょうか、そろそろ。はい、うん、じゃあそろそろ行きましょうか、うん、はい、じゃあ次はですね、お題といたしましては今度はその塗料工具がね、ロシアの輸入機を墜落させちゃったということで、うん、もうどん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 気の薄くなる一方なんですよね。まあ、なんかその今日の新聞だとまたロシアの方はロシアで、今度はシリア領内になんか基地を作って、うん、でなんかその迎撃体制をね整えるみたいな形になってるんで、どん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 なんかそのね戦争、いわゆる戦争状態と、例えばパリ、フランスなんかはねもう空爆をしょっちゅうやってますし、もう戦争状態に近づいてると、あるいはもう戦争状態だと言ってもいいようなね、そういった今状況になってきてます、ね、ただその IS の資源のね、うん、まあなんていうか石油はトルコ経由で出てるみたいな。そうですよね。だから、ね、これやっぱり、まあ、結果として NATO を裏切ってることになるわけですよね、うん、だからこの辺もですね、やっぱりまあ日本人があんまり得意じゃないんですけども、まあ、前回申し上げましたようにトルコは1945年の2月28日にどさくさ紛れにですね我が日本国に宣戦布告をして、サンフランシスコ講和条約で戦勝国になって我が日本国から賠償金を取ってるんですね。やっぱりこの辺もちょっとマスコミの刷り込みがあってですね、またね、まあ、今度映画でまでありますね。まあ総理もお気に入りの映画らしいですよ ね、まあ、ね、トルコイコール親日国って嘘ですよ、本当に。僕前から言ってるけどね、今後の国際情勢考えたらむしろトルコを叩く方に回った方がね日本有利だと思う。だって日本が今ね、なんで戦争に負け、何に対して負けたかっていうと、これも間違いなく日英同盟を切られたから。ああ、そうですね、日英同盟を切られた理由はギリシャトルコ戦争で、イギリスがですよ、ギリシャを押してんのに日本がケマル・アタテュルクを押したからですよ、うん、それでせっかくのセーブル条約改定に持っていってイギリスの世論が沸騰したわけですね。で同盟を切られて、日本はその後の、1935年の梅津カオキン協定の違反で万里の長城の南まで手を出したことで孤立してですね、戦争に負けてしまったわけですから、もうこの辺がですね日本人ダメなんですよね。うん、なんかシリアのなんかその宗教分布ってさっきちょっとなんかあったような気がするんですけど、ちょっと今消しちゃいました。あれは今週の天野さんの、なるほど、ね、天野さん の、 番組で使ったねやったんですけども、結構もうシリアも、ね、あちこちにいろんな宗教があって、まあそうですね、複雑なところですよ ね、 もうね。でもまあこれででもトルコの EU 加盟なくなったと思うんですよ。そうですね、うん、まあちょっとね日本人 も、 もうどうしてもこう単純な発想でものを見てしまうんですけど、うん、大変でしょうね、うん、まあそれでこれでもう一つ言えることは来年のサミットに確実にロシアは参加するということです。そうですよ、うん、助かったと思ってるかもしれませんね。あ、ね、うん、まあ状況の変化で、ロシアも割と国際社会の復帰って言いますかね、そういったのができてきて、きてるということですね。安倍さんとプーチンさんは馬が合うみたいです、まあ、そうですか。そうみたいですね。結構この間は仲良かったみたいですし、なんか安倍さんとしてオバマさんよりやりやすいみたいですね。本当オーストラリアの前のねアボットさんがすごく仲良かったみたいですけど、辞めちゃいましたからね。だからまあ、アメリカも大事ですし、ロシアも大事です、中国も大事ですし、こういうちょっと全方向を見ないとですね。そうなんですよね、うん、いかにもない。そうですね、うん、安倍さんはどちらかというとね、アメリカ一辺とかと思ったら、うん、まあ、一応プーチンさんを日本に呼ぶみたいなね、うん、言った動きもするんで、それはもうアメリカとしては欲しくないはずですね、うん、本当はね、そこをあえてやろうとするんだから、まあ、うん、まあ、おそらく北方領土も現実的には面積等分までだと思うんですよ。そうですよね、うん、現実的にはね、うんうん、ちょっとタイミングをね、あの辺逃しちゃったから、ね、そうかもしれませんね。まあそこまでかなと、うんうん、ただ前申し上げたように実は旧島民の8割は国後島なんですよ。
そうですね、で漁業資源も国後島とあの北海道の間ですから、うんうん、実は国後島までも歯舞色丹と国後まで戻ってきたら、まあうんうん、あとは面積等分なら、まあ、エトロフの3分の1ですけど、うんうんうん、それでね資産価値9割ぐらい回復するんです、うんうん、だからそんな悪い話ではないんですよ、うんうんうん、ででも相当、相当もう国後にしたってね、うん、そのいわゆるロシアの人民が相当住んでいらっしゃるんですよね、もうね。いやだから面積等分で引き分けでもう上出来で、それ以上はちょっと無理ですわ、うんうん、だからねちょっとその辺もですね、まあ、言うとまた右寄りに怒られますけどねやっぱりね交渉ってそんなもんですからね、うん、もしやっぱりもし4頭返してほしかったらそれこそあのなんですかシムシ島っていうんですか、カムチャッカの手前まで返せって言ってなきゃ無理ですよ、うんうんうん、うん、そうですよ、戦前はあの千島列島全部、ね、そうですね、日本のものだ、そうそう、だからもうそこまで言わなきゃ無理ですよね、うんうんうん、まあなかなか例えばその竹島だってね多分国際司法裁判所持ってたら1個ずつになるような可能性もあるでしょ、なかなか難しいです。まあでも相手国軍の同意がないと提訴できないですか。そうそうそうですね、あの国際司法裁判所はそうです。いくら日本が提訴の準備をしても、うん、相手国が同意しないから提訴できないわけですよ。あ、なるほどなるほど、うん、そこが一番ネックですよね。いやでもそれをもし奪い取ると米韓 FTA 型の ISD になっちゃいますよなかなかこれ難しいんですよね、うん、まあそれはね、あの尖閣もそんな問題もありますけども、うん、なるほど、はい、じゃあ今度また次行きましょうか、はいはい、3つ目のお題はですね、あ、これじゃないな、すぐね、こう移動しちゃうんですよ、これか次はあの軽減税、はい、軽減税、はい、軽減税、これはもう田淵さん、ね、私の、まあ、じゃあその田淵1からまずちょっと田淵1から、ね、はい、これはですね、まずこちらなんですけど、まず大阪ダブル戦の左右したという、左右したという軽減税率ですけど、うん、これまずインボイスっていう言葉なんですけど、これは貿易用語だという触れ回った人がいましてね、これがまあ誤解を招いてるんです。基本的にはこれを出せればいいってことです、この表を。インボイスってもっと分かりやすい中に請求書もうちょっとなんかないんですかね。いやいや、だから私いつも言ってた請求書税額欄控除方式って言えばいいわけですよ。そうですよね。でこれですね、前ちょっと申し上げたように私が公聴会出た時にですね、民主党で2回連続落選した江端孝子さんがですね、はい、私はインボイスを見たことがないとおっしゃいましたんで私はちょっと逆襲しまして、すいませんけど、請求書のない税額欄、税額欄のない請求書は売ってませんからねって言ってですね、江端委員におかれましては考えを改めていただきたいと存じますと言ったらですね大爆笑になって江端先生中張りまして、そこでもうね、そんなレベルでね、政治家すんなと思うんですが、基本的にインボイスってこれなんですよ。だからこれそんな難しくないですよ。でこれが難しいのはですね、ちょっと大北さん見ていただきたいんですけど、この横向きにこう明細単位で消費税を計算することができるレジとかシステムなら何のこともないんです。ああ、なんかご説明はあれですね。そうそうそうです。でこれをですね、本体合計に税率をかけることしかできないタイプのレジが一部残ってるんですね。だからできてる例で言うと、例えば東芝テックとか、うん、NEC とか NCR は対応済みなわけですよ。でそれができない会社があるんですね、うん、というのが問題です。そうですそうです。で、ソフトウェアでもですね、大手企業が使ってる SAP とかオラクルとか NTT データとか対応済みですし、中堅で言っても、まあ、ミロクとかスーパーストリーム TKC、 それから内田洋子も対応済み。小型で言ったら最近小規模はね、やっぱ弥生が人気あるんですけど、うん、弥生でしょ、 PCA 対応済みなわけですね。そうするとできてないのはどこだろうって話になるわけでして、実は本当にね、もう過半数っていうか、もう大半のとかできてる。だからレジも言いますとね、さっきの対応できてるところだけでも実はシェアの8割超えるんですね。 85% までできてるわけですね。だから本当にもう一部のそのいわゆるその性能の悪いシステムのために引っかき回されているというのが、実情でございます。じゃあ田淵さんの方じゃないですかね。はい。で、それでちょっと前回ちょっと申し上げたんですけども、ここですね、中小企業の方がですね、複数税率は非常にしんどいんじゃないかってことをよくご心配されてるんですが、昨日発表されましたけど、まず簡易課税制度は維持されます。
で、簡易課税が維持されるということは仕入れ側は関係ないってことです、でほとんどの、ね、小規模事業者にとって区分経理がいるのは仕入れ側なんです。例えば、食品とそれ以外をですね、両方売ってる会社ってそんなにないんですよね、で、まあ、当たるとしたらお酒屋さんでしょうね、いわゆるあのアルコールと、ノンアルコール飲料を売ってるようなところ、これはあるんですけど、もともとお酒屋さんの場合は酒税法で必ず区分経理してますから、特に負担増にはならないですね。で、あと出てくるのは例えば、駄菓子屋さんでちょっとだけタバコを売ってるケースとか、あるいは、洋服屋の町の洋服屋さんが新聞をちょっと扱ってるとか、そういうケースでこれがしんどいって出てくるんですね。で、そのためにレジを買い替えなきゃいけないのかとかいうような議論が出てきてるんです。それでね、一応最新情報を申しますと、実は、まあ、先週お伝えしましたように、簡易課税業者、つまり5000万以下はですね、みなし単一税率を選択できるということが決まりました。それでね、ここにちょっと書いてあるんですけど、今の最新情報でいうと10日間実際に測定してどっちになってるかっていう税率を選ぶということをするか、エイヤーポンで 9% どっちかを選べるということになりました。で、実はこれ私が提案したんですが、実はドイツがこういう制度を持ってまして、ドイツは 19% と 7% なんですけども、簡易課税業者は 10.5 ってみなし単一税率を選べるようになっているんですね。だから、まあおそらく簡易課税業者さんで、しかもね、ほとんどが8なら8でいいことなんですね。ほとんどが10なら10でいいと、わからんときは9で単一税率でいくんで、影響ないようです。で、このことをですね、この間実は中小企業連合会の大きな団体さんに聞いたんですけど、もうこれでいくともう簡易課税は問題ないと、パーフェクトですという回答をいただきましたので、まあ、もう中小企業の方はですね、心配いらないと思います。で、お勧めしておきたいのは、簡易課税の場合は還付を受けられないんですね、設備投資をしたときに。ですから、来年1年間本則課税選んでいただいて、で、2017年の4月から簡易課税になっていただければ、この恩典を受けることができますし、これは廃止されない見込みですので、将来的にもですね、いわゆる簡易インボイスは3年限定ですけど、みなし課税は永久に残りますんで、どうぞ安心していただきたいと思います。はい、それからその一つ目の田淵2というところを見てほしいんですが、これ実は今日の午前3時ぐらいに流れたニュースなんですけども、どうも官邸が乗り出したようでありまして、お菓子を諦める加工食品約8000億円だそうですね。でですね、自民党の主張が4000億と 0.4 兆円ですね。で、公明党は 1.3 兆円を要求しているんですね。そうすると足したら 1.7 で割ると2でしょ、そうすると 0.85 ですから、まあ8500億よりちょっと、まあ自民党よりぐらいのところで、これはどうも公明党に聞くと、これはね、検討の余地があるって言ってます。で、自民党はって書いてある、自民党税調はっていうふうに読み替えてくださいね。つまり今日の大阪ダブル戦のショックでですね、私の知ってる範囲の自民党の方なんて、もうこれ飲んでくれとでもう安倍さんの言う通りしてくれというふうに今向かっています。野田武さんが一人で反対してるに近いわけでして、で、今日の、自民党に確認しました、今日の、某新聞の、プリペイドカードは誤報ですので、それは安心してください。まあ、これはどうも受け入れ可能だという、まあね、どうですか石川さん、母親としてね、まあ、お菓子はいいんじゃないですかね、チョコレートは、ね、子供の健康を考えたら、まあ、そこはやむを得ないかなという感じでしょうね。で、一応確認したんですけど、牛乳とかの飲料はこれに含まれると、大丈夫だということで、もうそれはね、もう子供いると牛乳はもう1日1本じゃ効かない時ありますからね。そうですね。あとね、菓子パンはパンだそうです。まあ実態からするとそうですよね、そうですね。だから主たる目的ということで判断するってことになるんで、まあそれからもちろん合いびき肉とかが加工になるから除外もこれありませんから、でおそらくですね、今の官邸の力の強さ云々考えると、ここに落ち着くんじゃないかなって気がします。まあだって中間点より自民寄りですからね、これ。まあ母親目線からしても納得のいく話かなという ね、まあ、うね、加工食品だとどうしても粉ミルクとかね、離乳食どうするなんて話になりますけど ね、やっぱりね、レトルト食品のカレーとかカップラーメンとかですね、サンドイッチ、パン、
これがやっぱりこれどう考えてるかっていうとね、私もこれ制度設計するにあたったのは一番助けなきゃいけないのはそれはインターネット喫茶で暮らしてる人たちですね、うん、彼らが何食べてるかっていったら生鮮食品を調理することすらできないわけですよ。そうですね、そしたらやっぱりコンビニ食の弁当とかね、うん、そういうのを救済しなきゃいかんわけですよ。まあ、だから結局低所得者層というのは、うん、まあ、調理の時間が確保できない、な調理器具が確保できないな、ね、っていうことがあるので、どうしても加工食品を、ね、軽減対象外にしてしまうと、うん、かなり累進性が上がるなっていう感じを受けますね。累進性弱くなる、うん、そう弱くなっちゃう感じがしますよね。逆進性か、逆進性ですね。でね、あとこれとね、うん、もう一つね、よくね低所得者対策にならないっていう人いるんですけど、これはね間違って、なぜ間違ってるかというとね、実は日本のような先進国はですね、中間層が景気を支えているので、ね、中所得者対策が一番景気対策になるんですね、うん、ですからね、前も申し上げたように、これ G7 で金利 10% 以上の国はゼロでございます。で、OECD でもそれは韓国とニュージーランドというですね非常に極端な格差社会だけが、軽減税率やってないわけでして、これは普通にやるべきなんですね。で、あと、まあ、実は検討されているのは逆にですね、昨日聞いたけど自民党の部会では軽減税率ってことを複数税率って言い方をしてますね。もともとだって消費税複数税率でしたね。もともとそうですね、導入当初3と6でしたし、もともと小泉内閣の時にも複数税率って言葉が出てきているんですね。で、どうも割増税も検討されているようでありまして、まあ、すぐ出てきそうなの通行税の復活とかいうことになりますんで、やっと受け入れ可能な案が出てきたかなという話ですね。まあ、これおそらくね、ここね、まあ、その税調の、まあ、そのエキセントリックな野田武さんがどういうか知らないけど今の人だったらとは言う、今官邸の案でということ、これね出てくるということはおそらく、まあ、山口代表と安倍さんも話をしとるみたいなので、だからやっぱり中間層もそうですけど、特に現役世代、子育て世代をね、救済できる制度設計にしていかないと、そうなんですよ、そこが一番今しわ寄せが来てるところなので、そうですね、まあ、だから、まあ、お菓子はもういいかなということで、で、まあいいんじゃないかなと、まあ、これ、まあ受け入れ可能かなという形で、まあ、国民目線からするとですね、納得のいく案じゃないかなと思います。うん、はい、田淵先生は割と公明党の方にね、いろいろとそういった意見をね、おっしゃってらっしゃるということなんですが、その、いわゆるその政府からこういったね、軽減税率の案が出るときに、その自民党の方のね、検討の結果と、公明党の検討結果はどこですり合わせをする感じなんですかね。これはだからあれですよ、もうここまで来たら与党の党首会談しかないでしょうね。党首会談なんですか。12月10日ってなってますから、まあ多分でね、12月2日から2人幹事長が中国に行くんですね。まあ、それまでに話をすると言ってますけど、まあ、まとまらなかった党首会なんでしょうね。谷垣さんは実はね財務省出身ですからね。でね、自民党の税調は財務省出身者が固めてるんですよね。ただですね、自民党の税調の内部から言うと野田武さんともう一人伊吹さんですね、この2人だけが当選10回以上なんで、まあ、伊吹さんは二階派ですからね。で、二階さんが今回の大阪ダブル戦のことで大激怒してますので、まあ大体分かりますでしょ、その後どうなるか。まあちょっとね、野田武さんが強引すぎるというか、4000億って言っててそれで行くっていうのはゼロ回答と同じでしょ。これもまとまりませんからね。僕はまあさっき言ってるように中間点よりも自民の主張に近いところに来てるんだったから、ここで妥協しとかないとね。そうしないとね、あれになっちゃうと消費税増税するの先送りって議論がもう出てきちゃうんですね。出てきました。しかしでもそもそもでも軽減税率というからにはですね、これ 8% だと据え置きと日本語は言うわけ そうですね、軽減というからにはせめて 5% ぐらいまで言ってくれないかなと私は思うわけですけどね。いや、だからこれね、私ちょっと前回も言ったんだけど、この制度を作っといてですよ、安倍総理が突然ですね 10% に上げるのやめますと、プラス今回軽減税率といったものを 5% にします、衆議院解散って言ったらどうなるんですかね。
対象戦じゃないですかね。対象かもしれませんね。それでダブル戦仕掛けたら、選挙戦からです、ね、たら病院で3分の2になって一気に憲法改正かもしれませんね。いや石川さんならそうする、私はそうしますからね。それやったらみんな大喜びでしょうね。うん、そうですね、うん、で現実にね財源あるんですよ。アベノミクスで予定より3兆円ぐらい法人税入ってきてるんですね。で法人税減税の、財源もですね、減価償却ちょっと難しいんですけど、定率法のやつを定額購入するってやり方をしてるんですね、国際会計基準に合わせて。ですからあんまり、税収減ることもないので、これそれとあとインボイスによって脱税が相当摘発されるんで 3,4 兆円増えるって言われてますからね。だから私はの軽減税率 8% は手ぬるいと。ああなるほど、手ぬるい、はい、もっとやれと。軽減、日本語の使い方としておかしいぞと。いやだから私これ 5% 据え置きにしろしろって言ってたんですけど、 8% はただの据え置きなので軽減ではありませんからね。あところで大木田さんね、うん、G7 で基礎的食料が一番税率高い国どこか知ってます？ G7 で基礎的食料品が最も消費税高い国どこですか？アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、日本の中で一番高いのどこですか？わかりませんね。やっぱり日本じゃないですか？そう、実は日本の 8% が G7 の中では食料品世界最高税率です、うん、だからやっぱりね、これね、ね、イギリス0、フランス5、イタリア4、ドイツ7で、アメリカほとんどの州で0、カナダ0ですから。まあ、食品ゼロまでは言えなくても、これそうですよ、これ基礎、食料品とかを 5% にしますって言って8で据え置きにしますって解散総選挙したらどうなるのかなというのは、これはね、某野党の関係者はそれは一番怖いって言ってます。うん、まあ、だからね、これで食料品 5% にしますって言ったら、本当の軽減税率セールとか言って私はやりますけどね。あ、まあ、でとりあえず野党の中で社民党は賛成だそうです。うん、まあどうでしょうね、主婦の方の目から見たら、これ自民党のある元総理経験者もそんな話をされてましたよね。まあ、だからやっぱりね、5から8になってで食料品を買う、うん、まあ、うちの子が育ち盛りでものすごく食べるということもあるんですが、うん、通税感というのは結構切実なものがありまして、でそれはやっぱり、ね、周りのママ友さんなんかと話しててもそういう話よく出てくるんですね、うん、だこれがだから本当に軽減で 5% にしますって言ったら、ちょっと一品増やして買っちゃおうかなみたいな感じで ね、 やっぱりそういうなんか景気浮揚効果みたいなのが、ね、あると思いますね。そうですね、景気対策になると思いますけどね。まあまあ、とにかく安倍さんというのは基本的に G7 でやってないことやらないという考え方が強くてですね、やっぱり世界の先進国というふうに言うと彼はよくわかるんで、先進国の中で消費税最高税率っていうとなかなか彼にはビーンとくるみたいですから。なんかね、なんか制度設計の段階ですごくうまくいっていない国の制度を最初から真似しようとするのはなぜなのかなっていう、ね、それはその都合の悪いシステムとあの会社でしょうけど、いや私だから公聴会の時に食品とか医薬品ですね、あれ 5% 据え置きにしろって言ったんです。逆にですね、書画骨董美術品とかですね、もっと上げていいですし ね、 あとグリーン車とか飛行機のファーストクラスとかですね、そんなものは 20% にしてもいいわけですよ。だからそういうふうにですね、こうメリハリをつけてやるべきでありましてですね、物品税の復活ですよね。物品税いいですね。あとだから高額飲食税ですね。あ、で誰とは言いませんけど、食料品のことでガタガタ言う人いるんですが、実は高額飲食税は入る見込みですので、あまり心配いらないと思います。ほら、そうですよ、僕は検討してるんですか？いやあ、そうか、前回来られてなかった。実はね、与党税調にもう一つ検討部会で単税力に応じた新税というもう一つの検討部会があって、そこで出てくるのを検討されているのはまず通行税ですね。だからグリーン車とか飛行機のファーストクラスの分のアディショナルチャージ10%、グランクラスね、そういうやつですね。それからあといわゆる高額飲食税5000円という説が濃厚ですね。超過分に 10%、 昔3000円超えたら 10% 課税でしたでしょ。そうですね、うん、とかあとはギャンブル税、ギ
ギャンブル税はねいいと思いますよ。でやっぱりギャンブル税での、うん、あの収入のうち何割かを、ね、そうそうそう依存症対策に回してほしいなと。例えばね、それはやるべきですね、ギャンブル税は。あの例えば競馬とかね、公営4競技っていうのは 25% 主催者が取って 75% から配当してるんですけど、これは配当率を 70% と 65% にして直接税で取っちゃえばいいんですね。 それをギャンブル依存症対策に使えばぴったしいくわけですよ。あとか結構ね、企業の汚職事件なんかを見ていくと、うん、大体裏に汚職事件とかのデータ売りました系、データ流出系、あれはもう必ず裏にギャンブル依存症の借金だっていう話が出てきますね。多いですね。そういえば某プロ野球球団のなんかそういう不祥事もなんかそういうあれも完全にギャンブルから始まってますから、まあ確かにそういうことを考えるとね、ギャンブル税っていうのはこれぜひやるべきですからね。まあ、だから勝って取り戻せるっていうのは典型的なギャンブル依存症者の思考パターンですからね。そうとか、これ銀色の玉で遊ぶギャンブルもちょっと考えた方がいいんじゃないかとかですね。まあぜひちょっとこれはですね、いわゆる払える人に払ってもらうという観点もありますので、単税力に応じた新税ということで、ご意見ある方は私までご連絡いただきましたらですね、こういう制度設計にしてほしいということでですね、もう例えばダイヤモンドのちょっと聞いたのは、宝石なんか100万円ぐらい基準額になりそうで、まあ、1000万の宝石があったら、まあ、全体に 10% かけて、基準額より900万に 10% かけて、そんな間接税で190万円でしょ。そうすると結構ね、ヨーロッパ並みなんですね。あと高級車とかね、高級車いいですね、大体、まあ、500万以上ぐらいからかね、もういいんじゃないですかね。高級車、それからあと書画、骨董、美術品、それから珍獣ですね、それからある種宝石でも500万ぐらいするのとかね、ちょっと普通の人には買えないのあるわけですよ。高級ね、シャンデリアとかですね、なんかそういう形でね。この間聞きましたけど、あれでしょ、散髪屋さんとかでも1万円超えるやつとかね、ちょっとですね、そういう贅沢品のところからですね、やはりもうちょっと税をかけておくんです。ただ一ついい話ですけど、所得税の最高税率も上がりそうですね、うん、これもまあ非常に脱ネオリベというか、で特に嬉しいのは一億総活躍会議に竹中がいない。もうこれはもう大変いいことですね。やっぱり新浪さんもいませんし、宮内さんもいませんし、だいぶですね、安倍さんの新三本の矢がですね、だいぶそのネオリベ色が弱まってきてるのもですね、非常にいいことですよ。その背景には桜井よし子さんがやっぱり遠ざかってるのも大きいでしょうね。はい、どうもありがとうございます。ということですんで、中小企業の方はご安心いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、了解です。まあ、だいたいこの案で、あとはもう、あれですか、今、国会は開いてないんですけども、うん、通常国会で1月4日からですよね、そこで出てきて、審議されて、ですから国会のパターンから言うと、最初は年度内が大体本予算の審議に全部当てちゃうんで、4月の頭か3月の15日ぐらいに衆議院提出されると思いますので、おそらくねじれ国会じゃないからそのまま通ると思うんですね。で、あとはだからこう一つだけ申し上げたいのは、その民主党さんの近い論客でね、軽減税率は無駄だっていう人でね、M 教授っていうのがいるんですね、有名な。で、僕は人と公聴会で一緒になったんだけど、僕ね、一つ信じられん言葉がありましてね、その方はですね、配偶者控除を廃止せいって言うんですね。大体ね、給付付き控除言ってる人もそう、困った人多くてですね、専業主婦は究極のばらまきだと。でね、働かないでインセンティブもらってるからとんでもないっていう、それは私専業主婦に対する冒涜だと思いますんでね。それに例えば働きに行きたくてもですよ、例えばお父さんお母さんの介護で行けない人もいたりするわけですからね、やっぱりそういうむごいことはやっぱ言わないようにしていただきたいと思いますね。やっぱり結局なんか町づくりなんかの現場で本当に、ね、町の清掃だなんだっていう、本当になんか見えないところでもう町づくりを支えてくださってる方っていうのは、実はそういうね、専業主婦の方多いですからね。そうですね、やっぱりちょっとですね、そういうもうね、弱いもんいいのやめましょうっていうのは私も基本的に思っておりましてですね。あとはね、やっぱり周りサラリーマンの方なんかと話をしてると、皆さん確定申告をされないので、よくわからないっていう方が多くて、で中小企業なんかも法人税減税ってニュースがあると、それ中小企業も恩恵がって思ってる方がすごく多くて、なんか違うシステムだよっていうことがよく分かっていないっていう感じの方が多いですね。今だけど中小企業さんは800万以下の部分の所得はね 11% でしょ、所得税
あ、実効税率に所得税のそのものの30のところが11になってますよね。だから25のところが11になってるから、まあこれ以上はないでしょうね、さすがに。あんまりやるとタクセイ分税制って言われたら困るんで、ね。まあ、でも本当になんかあの街のね、あの商店街の飲食店とか小売の方がね、困らないシステムっていうのを本当に作っていただきたいなって、本当に切実にあのいろんなお話を最近伺って思いますよね。であとあの会員インボイスについてなんですけど、税率を間違えても罰則はありません。で会員インボイスのいいところとして、あの前回ちょっと沢大さんがお出になったんだけど、状況が早くなりまして、あの病院の損税がこれでなくなります。これは大変重要なことで、今までですね、CT スキャンを買ったとしてですね、人間用の CT スキャンにかかる消費税は還付されないんです。ところが犬猫病院のCT スキャンの分は還付されるというですね、ちょっととんでもない不条理があったんですけども、これは一応あの2017年の4月からですね、病院の損税なくなりますんで、これも大変いいことだと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、まあ着々と軽減税率の話は進んでるんで、うん、まあ、うん、反対する、ね、方もいらっしゃるんですが、うん、ほぼ統一そうかなと。そうですね、まあ、あとはあのレジとソフトウェアだけですね。そこら辺がクリアできればもう。でもね、僕はまあ設計ミスだと思いますよ、うん、やっぱり諸外国の情報を見るとね、やっぱり、まあ、もう多数のところ対応してるわけですからね、やっぱちょっとこれはいかんなと思いますね。ちょっとヨーロッパ大陸の方を見てほしいな、うん、まあ、そうですね、あのこれね、あの実はあの G7 以外でもですね、複数税率ってインドもやってますよ。インドもさっきのトルコもアルメニアもやってるしね、だから複数税率できるはずなんですよね。インド人暗算でやりそうですからね。インド人やりそうですね。で、でね、インド人に聞いてみるとどうしてるって聞いたらね、やっぱりね、みんな内税でやってるって言ってますね、レジは。で、あのそういう、複数税率に対応できないレジの対応法ですが、これ簡単で方法2つです。1つはあの内税にするってことです。でもう1つはフロアを分ける。マイバスケットなんかは内税表示ですね。マイバスケットも内税表示ですか、うん、大関さんも内税でしたな。そうですね、うん、でまあどうしてもね気になるんだったら、その 8% レジと 10% レジに分けるとかね、でそれも嫌だって言ったら一つのレジレーンに2台置くとかね、まあ、いろんな手はありますんで、やっぱりちょっとですね、もうそろそろいい加減にね、納得してもらえんか、もうちょっとそろそろロビー活動をおやめいただきたいなという思いでそうしないと本当に言っときますけど、そのレジとねソフトウェアの会社の方に申しますけど、あの安倍さんとか山口さん激おこですよ、言っときますけど、お宅らに買ってます。なんか私不利な扱い受けるような気しますよ、そろそろね。企業のやっぱり論理でね、ここまで税制歪めちゃダメですよ。本当にこんなのね、もうちょっといい加減にしてくれっていう段階まで来てるんで、知りませんよ。少数派だ。そうで、ね、大多数が、うん、大多数が対応済みですよ、レジの対応しているところ1位はシェア 55% ですね。もうレジも 85% まで対応してるしね。これ対応遅れるとシェア下がっちゃうんじゃないですかね。いやだからね、もっと対応率もっと 88% ぐらい対応しますね。その6位以下も対応してます。あのある有名な百貨店と、あのそこのストアもですね、この間レジ買い替えましたしね、シェアは下がると思いますから、もうそろそろ諦めて対応した方がいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、はい、今ねニコ生の方のコメントにですね、立花さんからコメントありまして、立花隆です、ごめんなさい今向かってますと。わかりました、お待ちしております。間に合いますかね。お待ちしております。そうですね、まだ、50分ありますので、はい、では、はい、じゃあ、またその立花さんいらっしゃったらね、また、うん、大阪地方さん、立花さんもね、大阪のお詳しい方なので、なるほど、もう一度ちょっと話聞きたいと思うんですが、まあ、その前にですね、今度は、今日の5つ目のお題ですね、最高裁の方で、衆議院の状態がね、これがその違憲状態だというのがですね、うんうん、3回目出たんですよね。で、まあ、3回目の前は合憲だっていう判断もあったんですが、うん、もう違憲で3回で、その裁判官によってはね、違憲状態じゃなくって完全に違憲だと、まあ、違憲だってことはもうあの、今の、その選挙がありなしの際と、向こう判断出したのはどんできますか。何回言いましたよね、13回、ちょっとこれって小法廷ですか。
これはどっちでしたっけね。ちょっと何対何でした。一覧表が出てて、から向こう手出した判事いました。はい、向こうは少数意見で。意見があって。選挙無効まで前1回ね、あの岡山の地裁で出たことがあるんですけど、これまあそろそろねメスを入れるべきとか来てるんですけど、でも地裁で出てもね、これはもう上の状況がね、確定しなきゃ、あの裁判所でひっくり返したらそれはもう意味がなくなっちゃうんですが、今回最高裁ですからね、まあ、括弧がついてて、確かあの判事の方から来てる人とあれでなんか表を作ってたみたいな気がします。これね、まあだからこれ今直せるとしたらどうするかなんですけど、私はねあまりね定数削減の方ばっか言わない方がいいと思ってて、少数意見が抹殺されるだけなので、でよくね日本の議員の数が多いってし、それはアメリカが少なすぎるんで、実はあのドイツは日本より人口少ないけど国会議員多いですよ。あのしかも選挙制度がね、小選挙区比例代表併用制なので超過議員が出るんですね。そうですね、これねやっぱりね細川の殿が間違えたのがこの一つの間違いで、やっぱり併用性の方がいいでしょうね。つまりその単純にあの議席配分は比例で決めると、で誰が通るかは小選挙区で勝った人がなる、そしたら、ね、悪い人も落とせるし非常に民意も反映されるんで直すべきなんですが、どうしても無理な連用性にしますかね。つまりあの小選挙区で当選した分だけ比例から減らすというやり方でいく手はありますね、一つの。まあやっぱりあの一人で2票持つのおかしいんで、まあ、これはもう直さなきゃダメでしょうね。そうですね、まあ、だから私も授業であのよく小選挙区比例代表併用制のドイツの話をするんですけれども、あの学生はやっぱりこっちの方がいいなって言いますね。あのね、だからあの同じ選挙、日本の例えばの郵政選挙をですね、あの比例代表併用制で議席配分をしたらどうなるかっていうシミュレーションがあるんですけれども、まあ、それをやるとですね、あんなに自民党が大勝ちをすることもなくですね、あの郵政あの反対派の議員もしかるべき議席が得られるというですね、結果が出るんですね。そうするか、もう一個の考え、中選挙区に戻します。ただ中選挙区に戻すときに、ね、考えてほしいのは複数投票制も考えてもらいたくて、例えばその3人区なら3票でいいと思うんですよね。で、1人3票？いや、それはどうしたらいいか言ったら、あの投票用紙をマークシートにしてですね、マークシートにチェックするなんか、記号式とかにするんです、ね、いや除外馬券上のあれみたいですけど、実はそれですごく選挙のコスト下がるんですよね。もちろん供託金の引き下げとかいろんな議論もあるんですけど、選挙無駄多いんですよ。やっぱりですね、あの AKB の総選挙みたいにですね、事前にポスターの原稿を出して選管が印刷して、その初日に除幕式をするようにするべきですね、やっぱり。それでかなりですね、あのコスト下がるんですよ。まあ、ちょっとその辺のことも考えた方がいいですね。だから結局小選挙区制でいくと、その得票率と議席率の乖離がもう甚だしいので、民意が反映されないですね。そうですね、あのこの制度は失敗だったなって。で今のもう一つね、並立制のまずいのはね、いわゆるね陣笠議員っていうんですか、そうですね、そういう人が大量にできちゃうんですね、で何やらチルドレンって言われる人がいっぱい出てきちゃって、そのたんびにまあその不適切発言を繰り返したりちょっと待てよというようなことをして国会議員の質を下げてる部分もありますんで、やっぱりそろそろ見直しの時期かなという気がしますね。そうなんですよね。でしかもあの参考にしているイギリスっていうのは、これはあの、ね、あの上院が非常に弱いという、ね、憲法の規定があるので、日本みたいに日本の参議院って憲法の規定上非常に強い権限を持っているので、そうすると必ずねじれが生じてうまくいかなくなるということが起こるんですね。ちょ今の待った上院が日本、日本は参院比較的強いですよ、憲法に来ている。参院は弱い、比較的強いっていうけど、アメリカもっと強い。あ、だからそうなんですけど、イギリスに比べるとですよ。ああ、イギリスはもうちょっと普通じゃないんで。そう。だからそういう普通ではないイギリスの制度を持ってくるっていうのは、すでに無理があると。
やっぱあれはね、細川の殿が間違えたという説もあるぐらいで、あれは失敗でしたね、本当にね。そうですよね、うん、やっぱり日本でいくと穏健多頭制で、その都度連立の組み合わせが問題になるようなパターンにしていった方がいいのかなという感じは私はするんですけどね。なるほどね。まあこれはちょっと本当にこの制度やめた方がいいなっていうのはね、ちょっともう郵政選挙以降はあまりにも振れ幅が大きすぎるんで、ちょっとまずいでしょうね。そうですね。でもう緊急にやれるとしたら、やっぱりまた何増何減っていうことを多分やることになるんでしょうけど、あの先ほどほら、衆議院と参議院で同時にね、来年の7月ですか、はい、同時に選挙なんて話がありましたけども、この違憲状態を変えようと思ったらそんなことできないじゃないですかね。まあ、それ時間的に間に合わない、まあ、ね、まあ無理でしょうね、うん、実際には、うん、で、あとですね、僕ね、技術的にね、衆参同日選って難しいと思うんですよ。なぜかというと、衆議院の比例ってね、重複立候補ができて比例は政党名を書くでしょ、うん、参議院は重複できなくて、かつ比例は党の名前また個人を書くでしょ、うん、こんな二手非なる制度2つぶつけたら大量の無効票が出るんですよね。でも今まで同日選、同日選はね、この制度入る前なんです。あ、そうなんですか。1988年が最後なんです。過去2回しかないですね、あと1972年、だから同日選は実はね、技術的に難しいんかなっていうのと、もうね、投票所で立ち往生するってことはずっとしますよ。で、あとね、あとね、比例のね、あと非常事態を考えると、私は同日選は禁止した方がいいと思います、本来ならね。うん、でも石川さん、今のさ、今度のその憲法改正の話あるんですけど、具体的に訴状に上ってるのは、新しい権利っていうのはプライバシー権とか、そっちの方と環境権のやつと、あとまあ非常事態法ですね、まあ、国会議員の任期延長みたいなやつと、あとあれですよ、監査の強化で、これは参議院選議になりそうだ、もっと参議院強くなりそうですね。そうするとまただから選挙制度と憲法との齟齬っていうのが確定することになるので、そろそろ選挙制度考えた方がいいんじゃないか、ね、ということですよね。まあ、衆議院の解散についてもね、本来は憲法の条文で言うと、その内閣がね、勝手に決めて解散だということはできないはずなんですよね、本当はね。あの条文としてはない、条文としては、条文としてはなくて、その説、うん、須田さんは、つまり内閣不信任案が可決されるか、信任が否決された時だけ解散できるという、そういう解釈か。本来はそういったことでね、昔々は勝手にね、その総理が黒柳と言ってですね、ちょっと今が一番いいタイミングだと言うんで解散ってことはしなかったからなんですよ。戦後すぐだ、ね、戦後すぐは、だから69条解散しかダメだと、だからそれはね、いつの間にかね、今はかなり乱用されてますから、状況によってね、今一番いいタイミングだから、その同時に解散しようとかね、もう決めちゃうということになってるんでね、それがね、ちょっとね、おかしくする人一人なのかなと。解散は日本はね、結構イギリスと同じですぐできちゃうんですよね、うん、そうなんですよね。例えばドイツはね、かなり制限がありますし、アメリカはね、解散ないんですよ、全く、そうですね、アメリカもあって、ね、いや、まあその観点から言うと、その参議院っていうのは内閣不信任案も解散もないから、まあどちらかって三権分立に近いですから、まあその観点見てもね、参議院はやっぱり監査の機能を強くするっていうのが一つの考え方だと思うんですね。あ、そう、それですね、公正平等な選挙改革に取り組むプロジェクトというのが発足しまして、どこでですか、選挙市民審議会というのが発足してですね、私も審議員に就任をいたしましてですね、11月30日の月曜日にですね、発足記者会見 と、第1回の全体審議会がありまして、これ衆議院第一議員会館の1階の国際会議室で行うんですが、どなたでもご参加いただけるのでですね、ご関心のある方はぜひいらしていただければと思います。なるほど、はい、よろしくお願いいたします。そういいですね、なかなか、はい、これやっぱりね、議員の方に、国会議員の方に話を聞くと、自分たちが選挙をやる側なので、自分たちからはどういう提案もしづらいと、逆になんか自分に有利になるようなことを提案してるんじゃないかと勘ぐられてしまうと困るので、そういうのはやっぱり市民の側からの提案をしてくれた方がやりやすいんだなんていうことはおっしゃってますね。
もそれ考えたらね、もう亡くなりましたけど、西岡参議院議長って偉かったですね。彼はとにかく一番それを重視しててですね、この一票の格差の問題を何が何でも直さないかんということをすごくおっしゃってまして、やっぱりね、一人で2票持つのはおかしいだろうというのはあるでしょうね。まあ、だからね、国政選挙の国政調査なんてあんなやるんですからね、それを反映させてすぐにね、うん、あ、ただあれ最高裁見てると、判例見てると参議院は3倍までっていう考えが、うんうん、なりますね。まあ、ある程度第二院だということと、うんうん、地方を守るということである程度認めてるみたいですけど、でもあれでしたね、参議院5億2つというのもうちょっとやらよかったなっていう説もありますね、うん、それは、うん、まあ確かにね、そろそろ3回連続で違憲と出てる以上はやっぱり、まあ、手を打たなきゃいかんでしょうね。そうですよね、うん、まあ、でもそういった3回違憲状態だっていうことであってもね、じゃあ具体的にそれをどう変えるのかっていうことまでは当然踏み込んでませんから、そこら辺の議論っていうのも必要ですよね。さっきみたいな中選挙区に戻すとかね、その比例性をもっと、強めるとか、そういった議論もすべきですよ、ね、まあそうですね、でそれはやっぱり議論して変えるとなったら当然来年の4月にはもう間に合わないと、うん、いうところです。そうか、戻しやすいのはあれだ、うん、あのね、今のね、比例をそのまま残して、うん、あの小選挙区のところを人数を減らして中選挙区にするんだったらできる中選挙区と比例の併用性なら結構うまくいってほしい、一つの考えとしてね。逆に一つ小選挙区制だと本当にもう公認を出す執行部の権限が強くなりすぎてしまって、うん、もうみんな金太郎飴になってしまって、ね、あ、まあ、それはありますね。そこが多分一番問題なのかなっていう気がしますけれどもね。あの話変わりますけど、石川さん何かのスライドを作られて、そうそうそう、ね、いらっしゃったんですよね、はい、ちょっと世田谷区議会の方でいろいろと動きがありまして、拝見させていただきましょうか、はい、石川さんのスライドがこちらですね、はいはいはい、これはまたあの前回かなお話をしたと思うんですが、うん、実はあの TPP でね、ちょっと林業の方が、はい、厳しいね状況にありまして、じゃあこの林業をどう支えていくかっていうと、実はですね、皆さん意外とご存じないんですが、森林って手を加えていかないと保水力がすごく落ちてしまうんですね。ほう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 、なるほど。間伐などの作業を、ね、していくが人手がないということでやられていないので、うん、保水力自体がすごく下がってしまっていて、でなおかつ近年これだけですね降水量が増えて、なんか50年に一度の降水量っていうのをこの夏何回聞いたかみたいな話がありまして、でそうするとやっぱりこれバイオマス燃料なんかにしてもそうなんですけど、その補助金をね、あの大幅に増額するなんかの林業支援をするとか、あと水害リスクを下げるっていう必要性がね必要になってきますし、前回ちょっとね指摘したんですけど、2週間前か TPP で一番被害を受けるのは豚肉と林業なんですけど、豚肉は結構補助のね、なんかそういう仕組みができてきたんですけど、林業団体がね、自民党に聞いたらね、林業の団体すらもうないと、ほとんど言ってこないっていうんですね。でなんかもう木材ってなんか、うん、皆さん屋久杉のイメージがあるみたいで、うん、ただ大きく育ててね樹齢を重ねてあげればいいって思ってる人が多いんですが、木材にするにしても適した樹齢があって、あ、なるほど、年を取りすぎるとやっぱりダメってことですか。ああ、なるほどね、はいはいはい、だから適当なところできちんと切ってきちんと加工してあげないとダメ で、うん、で切ったらまた植えてあげなきゃいけないということなんですね、でこの夏、夏というか9月に、すいません、2015年に常総市で水害がありましたけど、その時はやっぱ堤防が未整備だったとか自然堤防の問題とか一挙に噴出をしてきまして、常総市はあれでしょう、ソーラーパネル発電、ね、そうなんですよね、そうでしょう、であれ合流地点で水が溢れるというパターンだったんですけど、うん、あれの同じパターンの水害が予想されるのが実は世田谷区の二子玉川南地区でありまして、一部が23区唯一の無堤防地区なんですね。一応自然堤防っていう形ものはいいようですよね、なんでさ、要は雑木林が生えているだけみたいな話 で、その雑木林もですね全然手が加わった形跡がなくてですね、
あの写真ちょっとちっちゃいんですが、うん、見に行って撮ってきましたが、ええ、あの立ち入り禁止、マムシが出るぞと。マムシが出るんですか。マムシが出るの。いや、そうそう、だね、私ね、我々あのツイッターでやり取りしたらですね、マムシが出るから切ってはいかんという人もいる、マムシだけがいいっていう人もいるんですよ。じゃあ世田谷育ちのね、あのマムシだけですか。天然マムシだけ、マムちゃんとか言ってみましょうかね。でこれね、右上見てもらいたい、そこに多摩川って書いてあるんですけど、もともとこのマンションって、まあ、違法建築じゃいけませんけども、本来川のところにマンションがバカバカ立ってるんですよ。あのだからね、本来の玉堤通りという通りがですね、これ大正時代にあの堤防として作られてるんですね。堤防の上に道路があるという、いや、堤防の川側の河川のところに昔料亭みたいのが建ってたんですね。で2でしたっけね、それって確か。で、それで一番下だけ読ませてくださいね、はい、で皆さんまだご記憶にある田中康夫元長野県知事のですね、脱ダム宣言ってありましたけど、うん、あれは新規ダムを建設を建築を凍結しようっていう話であって、うん、別にあの既存のダムの浚渫はするし堤防の整備を行うよって話なんですよ、うん、だから別に堤防いらないとかいう話、公共事業を一切しないとかそういう話ではないわけだったんですよね、そもそも。なるほどなるほど。はい、次ちょっとお願いします。次ですか、はい、はい、じゃあこのですね、はい、はいはい、これお借りしたんですが、はい、はい、で結局ですね、その1918年にその玉堤通り沿いにですね、築堤堤防を作った時に、うん、1918年、そうそうそうなんです、大正、大正時代、大正ですね、はい、大正6年、そうなんです、うん、あの料亭がね建ってたんですけど、そういう料亭は一応その景観をね、うん、売りにしているので、うん、あの堤防の中側に建っていてだけど洪水の時は立ち抜きますよっていう条件で作って、うん、まあ認められてるわけなんですよ。なるほどなるほど。でそれがあの戦時中にですね、あの、うん、景気悪くなってそれこそ料亭どころじゃないだろうという時に結構た、うん、宅地に、ね、売ってしまって、うん、で戦後はですね住宅地化の流れでどんどんあそこに建ってしまったということがあるんですね。でその時にじゃあその洪水の時立ち退くよっていう条件はどこに行ってしまったのかというのをちょっと調べてるんだけどまだよくわからないですね。であの水耕亭というですねあの有名な料亭があったんですが、うん、その跡地がですねあの富士館会館という結婚式場なんかの建物になってまして、でそれはですねあの壊された後に今某タワーマンションが建ってるんですね。ですから結構この辺調べていくとどうなのかな、所有権とか結構入り組んでそうな感じは受けますね。大事なことはあそこのね、あのあれですね、東急の線路より南側はもう仮の堤防ができたんですよ、うん、でぜひ林田さんが来てくれたら面白いと思ったんだけどでそのこれの東急より北側のその新双子橋との間200メートルぐらいはそのマムシが出る雑木林だから、まあ、雑木林潰せばなんとか作れるんですが、問題はそこより北のね、うん、ちょっとローカルの話ですけど、小山ドライビングスクールというところから昔空港があったところですね。あのそうなんですよ、ね、多摩川読売飛行場というですね、そうそうそう、飛行場がありまして、それが1969年かなまであったんですよ。あ、なるほど。で そこからその新双子橋の間はですね、玉堤通りがもう直接川に面しておりまして、うん、堤防のスペースがないと。でこれまあ国交省を預かっている公明党関係者も聞きましたけど、ないどうするんだって話で、これ今回もあの世田谷区の区議会でもこれ問題になりましたし、それからそのそういうのあれですね、第3回定例会の後のその決算委員会でも問題になったんですけど、これどうすんのというんで、特に心配なのはあのこの間の常総市の場合はね、隣のつくば市にもほぼ平坦で逃げれるんですけど、二子玉川の場合は隣のその洋画とか上野毛のところに30メートルぐらいの断崖絶壁になっててですね、道もどこどこで切れてて階段になってたりするんで、そこで車椅子で行けないと。でこの急な勾配で電動車椅子で登れないようなところなんですね。でさらにこの南側のまあ楽天の本社が来た時も15メートルぐらいかさ上げしてても、それこそスーパー堤防的にやっているんですね。でさらに怖いのもっと下流の方に行くとですね、本当に多摩川自身が天井川みたいになってて、ね、全く逃げ場がないんで、で国交省の資料もですね、多摩川の下流増水したらまずここは切れるって書いてあるんですね
どうすんの話です。危険度特 A 級ですから、ね、そうあの国交省の資料にもここは特 A 級危険箇所って書いてあるんで、これはですねもうあの緊急にやっていただかないとですね。今までなかったから大丈夫だっていう方もいらっしゃるんですけれども、近年これだけ降水量が増えているとちょっと今まで大丈夫だったからというのは通用しなくて、でこう人命に直結するので、ここ今年多摩川氾濫警戒出て避難命令出ましたでしょ。であのそこのね兵庫島って島があるんですけど、そこの橋が去年沈んで騒ぎになったんですね。でなんかね、地元の方はとにかく兵庫島へのアクセスを保証してほしいってことはすごくおっしゃっていて、私もこの間あの見に行った時平日の昼間だったんですけれども、やっぱり、あの非常に区民の憩いの場になっていて、たくさん人がいらっしゃる、今回もマラソンのコースになってましたね、なので、まあ、それはねあのアクセスは確保しなきゃいけないなというのはすごく思いますね。あとはスーパー堤防はやめてねっていう地元の方の、でもさ、その仮堤防を作って橋をちょっと高いところに立ったらしまいでしょ。うん、いやなんで、なんでその堤防作ったら島に行けなくなるって話になるんですか。なんかそこがどういう、ね、説明の相互が生じてるのかよくわからないですね。本当にここ切れたら下手したら1万人ぐらい死んじゃいますよ。本当にそう思いますよ。本当にこれものすごい急勾配になってて、ね、本当に治水って政治の要ですから、本当にね、漢文の時代まで戻らなくてもですね。でね、実はあの東京の東部の方のこれ NHK でやってましたけど、足立区、それから、葛飾区、江戸川区がですね、ちょうど荒川と江戸川に挟まれた地域で、それうちも実はちょっと遠縁の親戚が亀有とかにいるんですけど、金町と思いますけど、結局そのあの辺り海面より低かったりするわけですね。そうですね。で結構荒っぽい埋め立てをしたりして地盤沈下がすごかったりするんですね。そこのところはねすごく避難計画とかで練ってて、それでも30万人に遅れるとかいうなんか出てる、186万人をどうやって脱出させるかとかいう話、これね曽田川のね、あれまだないんですね、あの避難計画個人ベース版のアンケートもある、避難訓練をやってると、でまあだからしょうがないけど、土のうステーションをいっぱいそこに配るとかしてもですね、でちょっと今日あのたまたま私と知り合いの自民党の関係者でこの近くに住んでる人に聞いたら、とにかく3階に逃げろっていうふうに教えてるらしいんですよ。2階じゃなくて3階ですか。3階まで逃げろと。3階ないとこどうするんだと思うんですけど、ね、2階の建てとかね、2階建ての一軒も結構ありますんで、これどうするのっていうのはですね、緊急にちょっと対応しないとですね、3階だと思いきや一番下が半地下だったとか、ね、そう最近ありますからね、ありますからね、それ規制緩和で、これはね本当にですね、あのぜひあの視聴者の皆さんこれ騒いでいただかないと、なんせ東京都内唯一の無堤防地区でございまして、まあ、あのちょっとそういう問題はあの林田さんが、ね、お詳しいんで、そうそうです、また番組改めましてね、ぜひこういった番組あのこの問題につきましてね、またあのお話し合いたいと思います。はい、で石川さんの3ですか、ね、で石川さんはあのそういった別に、まあ、もう2つしたいとあるんですね、そうですね、ちょっとお持ちしました、はい、石川さんの3枚目、はい、これがですね、先週のなんですが、またなんか妙な動きがありましてですね、あの先週もお話ししました7世紀半ばの豪傑号17期なんですけれども、これがですね、あの外環道のその工事の現場から出てきたという、掘ったら出てきたということなんですね。で、あのだいたいこういうのを掘って出てくるとですね、あの民用地、民間地なのでですね、あの業者の意向が強くてどうしても、保存できないということがあるんですが、ここはあの公有地なのでね、なんとか保存してほしいなということがあるんですね。でしかも外環道のランプの予定地なので、これ都市計画決定を変更しなくてもですね、ランプは移せるというところで、15メートルぐらいずらせばなんとかなるということでですね、まあ、保存してほしいということで私も活動をしていたんですが、11月17日にですね、あの一応あの一期保存で残り16期はですね、復元用の 3D データを、取ったという発表ですね、国土交通省関東地方整備局がですね記者発表したんですね。
で、ここでですね、なんて言っているかというと、当面工事に影響のない1基については保護しつつ、取得したデータを含め、世田谷区と共同で有識者などとの検討会を設け、教育的文化的資源としてのこれらの活用について検討していく予定であるということを言ってるんですね。ですみません、次にお願いできますか。はい、と言っているんですね。で、私たちもですね、さらなる一機だけじゃなくてできる限り保存しようとか、あの復元活用の検討委員会にですね、住民の意見を取り入れる仕組みを作ってほしいなんて要望を出そうと思っているんですが、なぜかですね、一部のあの新聞の方、記者の方がですね、いやこれは当面保存しちゃって最終的には全部壊すんだよなんていうことを言い出しましてですね、結構今あの地元で揉めているんですよ。おかしいですね。それは違うと思いますけど ね。そうなんですね、これ国交省の直轄事業でしょ。そうです、まあそうなんです。だからそんなのおかしいよねっていうことで、あのもう一度ですね、この、11月17日のですね、記者発表をもう一回あの関係各位ご確認をいただきましてですね、あの保坂区長もですね、もっと保存しろということを、ね、声高らかにあの言っていただければなというふうにあの思います。まあ、で結構区議会の方でもですね、そうそう、石川さん頑張ったんですよね。はい、うん、あのそうなんですよ、陳情をしまして、陳情審査で陳述を延々としましてですね、なんとかですね、保存の方向に持っていってですね、行ったということになっているんですが、なぜかそんな変な話がですね、あの急に降って湧いて出てきてましてですね、これ誰の意向なのかよくわからないんですね。最近ね、こう報道をね見ると怖いんですけど、あのなんかね、これちょっとね、A 新聞って聞いたんですけど、やっぱり、ね、はい、記者の数が少ないらしいんですよ。だから一人で書いちゃう、あ、裏を取らずにね。最近非常にその飛ばし記事が多いのはそういうことがやっぱり理由、背景にあるらしくてですね、こういうのでもね、なんか聞きかじりでポーンと書いちゃったりするんですね。そもそも日本語がおかしいとかね、ありますから。まあ、新聞の記事で、いやもうちょっとそのとか、あの願望記事を書いちゃったりね、あのそういうことでしてね。だからこの間 の、 あの谷垣さんのあの件 も、 もう願望でね、総理が言ったみたいな話になっちゃうわけですからね、やっぱりちょっとそれはまずいですよね。はい、わかりました。はい、はい、じゃあ、 あの石川さんのね、ちょっとスライドを持っていただいたやつをですね、ちょっと見せていただいたんですが、ちょっとここでですね、今その立花さんが、ね、いらっしゃって、あ、すみません、ごめんなさい。ちょっとまずあの皆さん自己紹介していただいたので、立花さんの自己紹介をお願いしたいと思います。すみません、はい、申し訳ないです。はい、NHK から国民を守る党の代表で今船橋の市議会議員をしております立花でございます。え、船橋。あ、そうです、船橋市議会議員です。野田芳彦。野田芳彦の船橋。野田さんを訴えたこともございます。何で訴えたんですか。いやもう単純にあの売国、国賊。僕ね、野田さんと一緒に選挙カーとか乗ってやってたんですけど、皇室財産ミス、まあ彼がその、まあ、マニフェストを守らないということに関しては、まあちょっとそれは言う、まあちょっと許そうと。ただマニフェストに書いてないことまですると、消費税 8% と、これはちょっとあまりにもひどいと、ということで、あれもいつだったかな、野田さんがまだ総理大臣現役の時です、だから野田さん個人に対して、あのまあそのマニフェストを守らないっていうかね、そのやらないことをやるなんていうのは、やることができないのは能力ないんですけど、やらないことって言ったのをやるっていうのは、これ明らかにその、まあ、消費税 8% っていうのはちょっとねおかしいでしょということで、損害賠償請求をかけてやりました。いや船橋ですか。ぜひ、あの今さらにだから野田さんとしょっちゅうだから船橋だからしょっちゅう交わしますけど、韓国の顔見たら逃げてきますよ。いやいやいや、次落選させてもらうの困るんですよ。僕8月の8日に石川さんと2人でね、そうだから僕が船橋に行ったんで、自民党から立花さんは自民党をどう思ってるんですかという接触はあるんですけど、あの全然 それに関しては自民党と、まあ、今のところ何もないですけど、まあで、すいません遅れます。完全にもうちょっともう議会終わって、今もう市役所の人とずっと8時過ぎまで、すいません、ちょっとどうしてもあの一般質問の件で、まあ NHK、いわゆるね、まあちょっと簡単にごめんなさい、ね、急に、あの簡単にもう2分ぐらいで締めます。市役所の持っている消防署のテレビが、カーナビにテレビがついてて、これの契約をまあしてないんですね。で船橋だけじゃなくて、基本どこもしてないんですよ。でも
僕がこれしなくていいんですかって前回の一般質問で聞いたら、うんうん、やっぱりしなきゃいけないと言い出したんですよ。で、宇都宮市や、いや宇都宮市は市長名で、あのテレビを見る目的じゃないから契約しないと来てるんですが、うん、船橋の課長さんが戻れとこうやってもやっぱ契約すると、そうすると設置日からだから10年前とかそんなになるんだけど本当にするのというところで、うん、詰めてまして、でもまあ契約をするという方向で動くと、最終的にはまあ副市長、まあ、府庁副市長、副市長の判断なんですけど、まあ市長は選挙があるからそんな無駄な市役所の金使うことは嫌がるんじゃないのと僕はまあ言ってるんですけど、まあ、どう見ても法律の解釈を見ても契約するべきだろうというようなことで、そこを今詰めてました。でもし契約したら住民監査請求経由民衆訴訟というか住民訴訟をしますよということを今そんな話をしてました。で非常にね面白いです。これ、まあ、船橋市が契約をすれば当然全ての市もやらなきゃいけないとなるので、まあね、10年分だといくらぐらいになるんですか。いや1台だから普通に1万5000円ぐらいしますから、ぐらいというか年間1万6000円ぐらいしますから、うんうん、1つの車で16万円ぐらいで、それが、まあ、例えば20台とかあると320万円とか、ね、だからまあ補正予算かけなきゃいけないとかっていうのは、そんなことしたらまだ共産党にバンバン叩かれるでしょみたいな。いや僕はとにかくや自ら契約するのやめて債務不存在確認訴訟を提出するなり知らん顔した方がいいですよと。ただ船橋市として契約してたら市議会議員として突っ込みどころ満載なので僕的にはものすごいありがたいんだけどっていう話をしてなかなか終わらずに、もうそれだけじゃないんですけどごめんなさい遅くなりました。はい、途中から電車の中で聞いてましたから危険状態とか、はい、そうですね、最高さんの話が今日ね、お題はですね、はい、まあ全部で5つあったんですけども、特にねその大阪のダブル選挙ですね、立花さんは、大阪の方出身ですね。もちろん、はい、去年まで大阪にいましたから、ね、どこですか大阪。大阪もともと生まれ泉大津なんです、うん、泉大津堺で最後選挙出たのは摂津ですけど、僕茨城市。ああそうですか。隣茨城出しますよ。誰を。具有候補者足立のとこに。ああじゃなくて市議会議員です。まだ木本さんのとこに。木本さんのとこっていうよりも、もうあ木本さんね、木本さん、木本さん、はい、もうかなり茨城結構ね太いパイプがあるんで、うん、茨城です。再来年の1月ですから。ああなるほど。もう1年ちょっとなんですけど、いやちょっとダブル選挙来ダブル選挙来ました。それで、当然ずっとウォッチをしてたんですけども、まあぶっちゃけその、まあ、松井さん知事の方はね、まあ、全然余裕で当選というのは分かったんですけども、市長の方が8時開票でね、即当確っていうのは維新の陣営も驚いてたっていうのもあります。それはそうでしょう。やっぱり大阪市で都構想するかしないかで 0.8 ポイント差で負けたと、うん、で橋本さんの知名度もなく全く知らない吉村さんが来て、うんうんうん、で共産党と自民党が一致団結しているわけですよ。で公明さんも結局はほとんど維新じゃなくて自民の方にいるんだと。いやそれがね、でまあまあまあそんな状況でそうなのに、まあ、ほぼ圧勝なんですよね。5月の結果から半年経ってまさかあれ圧勝というか、まあまあね、8時で当確出るっていうのは、維新陣営も驚いているし、うんうん、まあ、僕のように大阪にずっといた人間もすげえな維新と、うんうん、おそうですか。いやまあでもただ町はもう全く維新が分裂した話とかそういうのは出てなかったですね。やっぱり公務員の制度改革っていう、もう橋本さんそういう保守職とか全く消して、とにかく公務員がアホみたいに給料もらってるんだと、このまま橋本がいなくなった後また元に戻すとまたいっぱい借金作られて大変なことになるよっていうような、そういう繰り返しですね。まあ、言ってる内容がだから、まあみんなの党がずっと言ってたような、税金の無駄遣いをとにかく抑えるんだということに点集中してたから、全体的にイメージをしたらとにかく進める政治、元に過去に戻すな、進めるっていうことのキャッチコピーで、政治的にまとめサイトなんかを見てもその辺のことがすごくね、維新に都合のいいまとめ方のサイトがものすごいビューがあって、いやいやそれはね、ネット上では維新強いですからね。ちょっと私の分析言っていいですか。どうぞ、はい、栗原さんの惨敗の原因、僕栗原さん事務所の私も何枚も電話したんだけど、公認会計士の、ね、まずね、はい、まず栗原さんの負けの原因ね、はい、まず橋本さんが散々放送禁止用語まで言ってやっててもね、
一番ヘキヘキしてるのははっきりと北摂なんですよ、ああいうこと言ったら。わかるでしょ、はいはい、大阪の事情、はいはいはい、なのに、はい、千里中央のセルシーとか全然行かないんだもん。何度ばっかり言ってんだもん。栗原さんが行かなかったってこと。そう、あ、違う、栗原さんの噂って情報ってほとんどなかったし、あともう一つはやっぱり栗原さんの出身大学の影響出たなと思うのは、あそこ左の優先の学校やから図面全然使わないんだ。というか知事選に関してはもうそもそも自民党も最初から負けるっていう、あ、まあね、そもそも栗原さんを当選させようって気持ちはない。だからあのだってまだ2期ぐらいでしょ、不義だから。そもそも知事に関してはもう維新が大阪市以外の大阪府ではむちゃくちゃ強いんですよ。この間の東大阪もそうなんですけど、そう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 、だから知事に関してはもうどうやっても勝てないから、もうあれは捨て込んで、うん、そこはもうエース持っていってないの で、 そうですね。ただ市の方の柳本さんの方は、うん、いや一生いっぱいだとみんな思ってた、うん、私も思ってましたね、うん、そうなんですか、え、うん、あ、それはないな、え、せるとは思ってましたよ。ただまあ、知事は絶対もう松井さん、もうこれはもう、もうどうやっても動かない、そういう見方も、じゃあもうそれはもう大阪の情勢を調べたら、うん、ただ市長があそこまで開くっていうのは、うん、やっぱり共産党がひっついたっていうのが、おー、そのなるほど、もうそればっかり柳橋本さんも言ってたし、なるほど、実際やっぱり自民党の集まりに共産党員が来てるわけですよ、うん、共産党の市議会議員と共産党を支援してる人たちが自民党の後援会のところに入っていくわけですよね。でそれを自民党がまた認めればいいのに、全く共産党の支援を受けてませんみたいなことをこう言うわけですよ。いや、だからね、選挙戦術としてね、なんでね維新包囲網と言わなかったのかですよ。言い方によって変わったかもしれない。いやだから勝った後の生まれがあるから、組みた、まあ、表向き選挙では組んでるけど、表向きは組んでないふりをやっぱりしてるわけですよ。だからそういうことして見透かされた。だからそれは大阪人はバカじゃないので、やっぱり 50% 超えてるわけですよね、今回も投票率が。あ、ね、あ、考えないでしょ、だって埼玉県知事なんて20何パーですよ。そうね、そう考えた時の減って50ですから、その住民投票の60何ぼなんで、はいはいはい、だからその橋本さんという人間のやっぱりこう大阪でのまあ人気というか、あれだけ回るともうずっと演説してるわけですよ、1ヶ月ぐらい前から、ね、それはもう橋本さんが来ると、まあ、人だかりができるわけですよ。でやっぱりあの感じでもう辞めるからよろしくみたいなことを言うと、もうびっくりするぐらい票張りましたね。だから逆に今度の参議院選挙に対して自民党がかなり警戒を詰めてるというか、大阪選出、まあ、同日なんていうさっき出てましたけど、うん、同日なんか絶対しないですね、うん、できない、できないです、できないというかもうやらないですね、うん、まあ、もう 100% に近いぐらいやらないですね。もう今やると大阪選出みんなやられちゃうというぐらい、でしょうね、だからまあ当然ね、同日は公明党さんが絶対嫌がるんでしょう、うん、それとね、実は今の選挙制度を見ると、はいはい、おそらく衆議院と参議院の比例が2で違うから、はい、多分選挙実務大混乱になるんですよ。そうですね、それおっしゃ、実際やったことないんですよね、うん、今の選挙制度で、ね、1988年が最後 で、 同日戦は ね、 ね、青山茂春がいつも言ってるからあれなんで、いつも青山さんが青山さんと大喧嘩してるんで、あ、恨みのメールとか、あ、でも知ってます、うん、青山さんもね、実は自民じゃなかったってバレたし、桜井さんも最近自民から相手にされなくなったから、自民とかじゃない、あの人は単純に、あ、まあ、言っていいのかな、うん、あの人は単純にも犯罪者ですからね。おっと、そこまで言う。いやもうだって証拠があるから。そうですか、うん、じゃあその彼が、あの彼要はね、あの安倍さんからいっぱいその匿名の仕事もらってて、でそこをついたんです。ほなもう劣化のことが起こってきて、証拠見せろとかうだうだ言ってきたから、いや、いつもやっとるよっていう話をしたら、まあチャンネル桜がすごい青山さんをね大事にしてるから、立花さんちょっとそこまで喧嘩しないでくださいってなって、でそうか、ちょっとあのさ、田淵五っていうのちょっと今ちょっと出してもらっていいですか。ちょっと一遍意見聞いてみたかった。これちょっとね、実は私のね友人が作ってくれた図なんですけど、もっぺんこのね見方なんですけど、はいはい、まあすみません、私はちょっ と、 立場違う、私は結構まあアンチネオリベだから、はい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 、で、まあ、まあ細川小泉連合と細川さんね、はい、細川さんと、あとあの竹中さんたち、これはまあ食パンだと考えてもらって、はい、真ん中の黄色がスクランブルエッグで、はい、ピンク色がまあプチトマトだと考えてください。
はいはい、でこうキュッと押すとプチュッと潰れあのはみ出る人がいるというそんな感じで一番最初にこの構図からはみ出たのは石原さんと浅尾さんなわけです当初ね、はいはいはい、で今ちょっと、ね、逆にお聞きしたかったのは立花さんどっちかっていうと維新に近いの？ああ考え方維新に近い維新って大阪維新に近い維新に大阪維新に近いというよりも、うん、ほぼもうクロスしてますシンクロしてますなるほど、はい、そうするとね今ね、はい、次世代と、はい大阪維新と元気の会が、はいまあ、なんかこう統一会派という動き出てきてるんですけど、はいはい、一番聞きたかったのは松田幸太さんがどうも元気の会ちょっと慎重になった方がいいっていうことを言ってましたけど今これはやっぱまとまりそうなんですかこの3つはやっぱり結構近いとは近いですよね、うん、ごめんなさいもう一度今のを言うと元気と次世代と次世代と元気と、はい、大阪維新の会がはい、あの選挙終わった後ね、はい、吉村さんと松井さんが統一会派に持っていこうっていうことをおっしゃってるんです、はいはい、いや基本は大阪維新はまずどことも組まんだろうっていういやいや新聞出てる出てるいや出てるでも基本組まんと僕は思います、うん、単純に、ね、でもうだって次世代は自然消滅でしょうもう多分九州自民に九州でしょういや次世代はね、はい、残った人はどっちかとねあのそのもっとだからどっちかというとその NHK の後輩の彼とかでいやいやだからさその新自由主義に近い人多くてねなぜかというとね一時期ですよ、はいまあ、松沢さんとかあっちが入ってた時期あるんですそうですね松沢さん抜けてで、結局あの当初これ山田博史中田博史とか言って、はいはいはい、少なくともあの去年の選挙の時点では、はいはい、かなり次世代の党っていうのは、はい、右というよりもネオリベの党になってたんです、はい、あの時期では。まあまあまあそうまあそ う, そうまあまあまあそうそうとしましょう、うん、はい、うん、まあまあでも確かにこういう流れもあるなって気はしてて、うん、で不思議なことにね、はい、高田邦子さんがみんなの党って名前取っちゃったじゃないですか。え誰ですか。高田邦子さん。高田邦子さん。高田邦子11月の13日テロの裏で隠れちゃったけど、なんかそういえばそんな名前取った人がいるっていうのは聞きました、うん、あの高田邦子さんというのは参議院議員で、はいはいはい、なんか聞いたことあります。民主党から緑の風に行って、はい、で、まあ、あのみんなの党に行ってみんなの党が解散して、はいはい、なんかねちょっとあの高田邦子講演会で聞くと、はい、どうも鳩山さんが後ろにいるそうです。でそれでようわかんないのは総合の会ってもできましたでしょ小沢崎人さん。ああ、うん、そうなん作ったんだ、うん、あのとりあえず無所属でっていう話。いや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 もうそういうの作ったで、そこへなぜか山田太郎さんが勉強会に入ってきてるんですね。ああ無所属だね。だからまあどちらかというと私やら石川さんから見るとネオリベ再編かなという気がしてるんですけど、かなり複雑な動きも起きてるんですよ。ちょうどその大阪ダブル戦の陰でね。いやだってそれは複雑に動くでしょう。だって12月中にね回答して1月1日に作らなきゃいけないわけで、うん、あそうですね、その大阪ダブル選挙の影響っていうのは、うん、いややっぱり驚きの方が多いと思いますよ。あれだけそのやっぱりね自民党がそこまでやられるということ、うん、で共産党は今不動票を取ってきてる状況なのに、ね、やっぱり共産がつくとちょっと悪いイメージが出るっていうようなことで、うん、やっぱりその多くの人は第三極っていうか、うん、既成政党じゃないところを応援する、うん、そういうのが逆に出てるっていう、うん、そういう分析だと思うんですよね。なるほどね。いやほんでね、古賀茂明さんがね、はい、まあ、フォーラム4で失敗したわけですよ、はい、ご存知のように、はい、まあ、その現場に我々いたんだけど、はい、まあ、あれが消えてからどうなるかなと思ってて、まあ、もともとその維新もね、はい、その執行部の方と大阪系とどっちにもつかないっていう人がいるっていう噂があって、もちろんそうですよね。 で、はい、でも旧優位の人が意外と執行部の方に行っちゃってるのちょっと不思議ですよね小野さん。いやいや不思議っていうかやっぱり選挙を考えると大阪なんて名前ついたら選挙できないじゃないですか。あーそっかそっか、まあ、そ兵庫ですらやりにくいですか、ね、あ思想とかじゃなくてあのひらがなの大阪っていうのをつけることでもう無理な。あなるほどね。あそれはもう逆に言うと地方の選挙でも大阪以外はまあ兵庫京都でも厳しいのに、うん、そんなの関東とか北海道行ったらもう絶対大阪維新なんてついたら大阪だけかいってなるわけでしょ。だからそれはもう関係なく自分の次の選挙を考えた時には、うん、もう消去法で言ったらその今の維新に残るかその独立するっていう形で、うん、ただ大阪維新のこの結果を見てちょっと焦ってる人も結構いるんじゃないですか。そうでしょうね。これでも総合の会ってなんとなく見てるとねなんか水島さんの匂いがプンプンしますけどね。地面がね。地面が。地面が。桜チャンネル。チャンネルの。そう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 。昨日だった。小沢崎人さんとか山田さん、その黄色のところ、うん、左下のところね。
左、あれか、あ、そう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 、いや昨日僕とあれですよ、あのそれこそ水島社長と一緒に最高裁行って、何の裁判で、昨日だから NHK のね番組の最高裁審理があって、まあ高裁勝ったんですけど、最高裁開くとひっくり返されるんで、昨日弁論やりました、弁論開いたんで、まずいです、まあ、もう逆転だろうというのはまあ仕方ないと思ってるんですけど、クローズアップ現代かな、これね、もっと前のやつ NHK スペシャルで、うん、あの台湾の人間動物園という表現をして、ね、で、まあ事実はもうその NHK も認、まあ、認めざるを得ない、事実審じゃないでね、最高裁、それは NHK の番組でその台湾民族に対して人間動物園と、まあ、まあなたたちは動物だというような侮辱的な放送をしたと、うん、で最後 の最高裁は高砂王族のこと、うん、あの台湾って、まあ、その台湾、まあ、最後の最高裁は、うん、要はそういう民族を侮辱しただけであって出演者を侮辱したわけじゃないという NHK の主張をどうも飲みそうな感じ、うん、でそれを後押ししたのが長谷部さんっていう、あの自民党があの出して、うん、憲法は違憲だって言ったあの長谷部さんが、うん、陳述書を書いて、それを最高裁が採用するんじゃないかという意見、うん、なるほど、まあまあそんな話もある、うん、その水島さんと誰が引っつくんですか、いやいやいや、総毛の会っていうから逆になんか水島さん的やあんま関係ないんですか、いやいや、総毛イコール水島さんでしょ、でしょ、うんうん、だからその小沢先人さんが、小沢さんってそんなに右なんだ、意外ですよね、うん、小沢さんそんなイメージがないけどな、へ、うん、逆に左って言われしたからちょっとイメージ、いやーわかんない、小沢崎人さんがそういうイメージはないですよね、うん、なんかでもこんな名前作るなんて、しかもね選挙の、ね、実務から言うとね、うん、字間違えそうな字でしょ、だ絶対これ総毛の会の参議院の比例とかで言ったら絶対不利じゃないですか、無効票連発するの分かってるから、これなんでこんな名前直っても不思議なんですね、うん、まあでもどうなんだ、ちょっと小沢さんとその極右と言われるサラダってほらきつくなってる、ちょっとでもそんなこと言ったら小沢一郎たちつなんか左翼になったじゃないですか、分かんないですよ政治の世界、いや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 、うん、別に小沢さんが左翼とは思わないですけど、はい、別に僕は彼はそうは思わないですけど、はい、でもまあかわいそうだけど、いや、あの私知り合いであの生活の党のね議員の秘書やってる人がぼやいてましたけどね、山本太郎ちゃんに振り回されてるって、え、畑智子、違うまあだから本当に不思議だなと思いますよ今、いやだからこれ本当に大変面白いですよね、そうそうですね、うん、とにかく答えは絶対出るじゃないですか、そのね、12月中末までには時期が来ればね、まあね、これねどうなるか楽しみ、もう一つ面白いなと思ってるのは、はい、東京の参議院の2人目がまだ決まらない、自民党ね、滝がクリステル説があるけどそうでもないし、へえ、うん、結構誰だったかな、誰か、小川、中川さんですよ、中川さん、あのポスター貼ってる、そうそうそう、うん、あのいやいやタレント枠でもう一人いたんじゃないですか、あ、蓮舫で、蓮舫今度改選ですよ、民主は、ね、自民党のあれ面白いなんか言ったじゃないですか、あ、あの吉川玲さんですか、あ、吉川玲、はい、その話もあったんですけどね、蓮舫さんはだって普通にもうそのまま民主でしょ、民主です、うん、うん、だから蓮舫さんはもうそのまま民主で行って、うん、だから前回もちろん2議席取ってるんでしょ、2議席取ってで4位が小川さんで、うん、でもうでも蓮舫さんで決まるですよね、いや蓮舫さんは通るんですよ、いやいやだから蓮舫さん1人だけしか通らないって決まるでしょ、えそう、民主党でしょ、でも6人区になるでしょ、いやそんな民主党が2人以上通るわけないじゃないですか、あららららら、え、ちょっとそうしたらね、逆に聞くけど大阪、そちらのそのいわゆるその、はい、あの立花さん系の人って誰出すの、ちなみに、いやいや、うちまだ参議院出さないですよ、それ重要情報よ、いやいや、僕はだから全国で出るんで、うちの党はね全国の予定なんで、ああだからその選挙区で出す予定はないですけど、維新系のね、今ちょっとそう注目、あ、維新系、いや、まあまあ、じゃあさ東京のね、東京選挙区、はい、まあはっきり言って、はい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 、自民の一人、はい、それから蓮舫でしょ、はいはい、だから竹谷俊子、はい、であと共産の彼までは通りそうなのね、はい、基礎票から言うとね、はいはいはい、5位6位が結構注目されてて、で社民党決まりました、社民党はですね、佐藤あずさと思いきや、なんと桜井順子さんです、元世田谷区議で生活者ネットだった人が、でも社民党ってほぼ難しい、難しいでしょ、そこで言ったら自民の2人目はそれが分かんないから、みんなでも自民の2人目はまあ行くでしょう、今の流れで言ったら、いやそれがね蓮舫を退治するつもりでたら中川退治するんじゃないかっていう
言われるぐらい中川さん弱いんですよ、選挙。いろいろ失言。中川さんって民主？自民の現職が。そうか、でも東京だから自民2枠って確かに厳しい。でも6人枠だと確かに面白いですね。面白いんですよ。で、またね、市民派の人たちが山本太郎さん枠で担ぐって。というか、あそこ必ず山本太郎枠があるじゃないですか。山本太郎さんみたいな、その芸能枠がね。そうすると誰か降ってくるんじゃないですか。簡単に言えば、その全国的に知名度がある人間が無所属なりで、降ってきてって一枠取るんじゃないですか。だって6になってる以上は、いやそうでしょ、そのタレント、例えば堀江門とか、まあないでしょうけど、あの系のね。いやだから今ね、民主2人目の小川敏夫さんね、必死になってますよ。それはもう どっちでもごめんなさいですね。そんなもんどう考えても無理でしょ。まあ、なるほど、それ面白いわ。そう、12月のその国になります、あの10月になり、そうそうなりそうだね、結構そういったあの来年の再生見据えとですね、いろんな動きが出てきて、もう一人ところで、ぜひまた来週はですね、ということをやってみたいんですが、そろそろ今日はね、もうすぐおしまいになりますんで、一応、今日はこれで締めたいと思います。はい、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんこんばんはです。生放送と収録と両方があるようです。常識をひっくり返す逆取り19回目になりますね、はい、これニコ生じゃないんですね。はい、わかりました、はい。さあ何を話すかっていう感じなんですが、何がいいですかね。今やってるのが選挙、裁判、政治っていうか、まあ選挙、裁判、市議会っていうのが僕の今ライフワークの3本柱になってて、さあ何をいきましょうか。生放送だったら何かコメントありませんか。ないですか。え、これ何の生放送なんですか。え、 YouTube の生放送、ユースト、どっかで生放送、だからコメント出ないですかね。出ないんだ。じゃあ仕方ないな。ほとんど生放送と言いながら一方的に喋る感じだな。はい。それでですね、じゃあもう生放送ということなんで、まあ明日が土曜日、今日今11月27日、明後日が朝霞市の、埼玉県朝霞市の、選挙というのが告示になります。まあちょっと選挙の分析ですが、28人立候補する予定です。当選が27、あ、ごめんなさい、24です、ごめんなさい、24です。まあ言い換えると4人しか落ちないですね。4人しか落ちない。でも4人も落ちるという考え方もあるかもしれませんが、まあ、28人立候補予定で、24人が当選するということです。で、選挙っていうのは、まあ何度も僕の放送を見てくれてる人は分かってると思うんですが、ほとんどの人は選挙って人気者しか当選しないっていう常識を持ってると思います。人気者ね。で、それはね、大きな間違いというか、ほとんどの選挙はそうじゃありません。まず日本の選挙からちょっと全体的にですね、概略からざっくりと説明しますと、そもそも選挙ってですね、どれぐらいかな、まあ4年ごとが多いんですね。参議院は6年ですけど、3年とか6年なんですが、市議会議員選挙とか、衆議院選挙、知事選挙、市長選挙、村長選挙、町長選挙、だいたい4年に1回というか、基本4年に1回なんですね。で、4年でどれぐらいの選挙が行われるかというと、確かね、日本で4年で3000ぐらいあったと思います。3000ですよ、皆さん。4年でね。いわゆる市で、市民で言ったら市議会議員選挙、市長選挙、で、参議院選挙、衆議院選挙、で、県議会議員選挙、知事選挙か。いわゆる
市と県と国があって、国は衆議院と参議院があって、県が県議会議員と知事があって、市が市議会議員と市長があるから、これでもまあ4年で6回あるわけですよね。で、それがまあ市に関しては全国で807だったかな、町や村があって、自治体だけでも2000ぐらいあると思うんですよね。その自治体の2000近くが町長選挙と、まあ、議会市議会議員というか町議会選挙とかやるんで、3000よりも多かったと思います。だから毎週日曜日には10個ぐらいの、平均10個ぐらいの選挙が行われているっていう、これが実態なんですね。で、皆さんは選挙というと国会議員の選挙とか市長の選挙とか、まあ、市長もほとんど見ないですけど、まあ、新聞報道されるのは市長選挙か知事選挙か国会議員の選挙かっていうことなんですよね。ところが日々行われているほとんど 90% 以上の選挙は、その町長を決めたり村長を決めたり市議会議員を決めたり市長を決めたり、まあ、市長と、まあ市、まあ、そういう選挙が 99% なんですよね。で、そのうちの半分が市議会議員を決めるとか町議会議員を選挙を決める議員を決めるんですね。ですから、まあ、90は言わないか、半分ぐらいは人気者が当選するというのは思いっきり間違いです。どちらかというと嫌われ者というか、変わった人が当選するのが市議会議員選挙です。で、僕はもう思いっきり変わり者ですから、まさに変わってるから市議会議員のバッジをつけてます。市議会議員選挙に当選していると。で、市長とか国会議員というのは一番にならなきゃいけないんですね。一番じゃないと当選しない。原則ね、小選挙区ですから、まあ、参議院なんか中選挙区なんで必ずしも一番じゃないんですが、市長とかその知事っていうのはね、そうすると対抗馬っていうのがいて、2人とか3人の中から一番になると。だからそうすると嫌われない人が当選しやすいんですよ。ところが市議会議員選挙っていうのは、今朝霞の前回の分析を、選挙結果を見てるんですが、有権者が10万飛び2000人、まあ、10万人です。選挙に行く人はなんと 34% です。前回の朝霞市ですね、34% しか行かないんですよ。そうするともう総得票数が10万人ですから、総得票がそもそも3万4000しかないんですね。で、それで立候補してる人が前回29人、今回28人予定ですが、そうすると29人の中から1人しか選べないんですよね。そうすると嫌われてるからってで、この人に票を入れないって当たり前じゃないですか。でも無関心も入れないんですよ。簡単に言うと、よっぽど好きじゃないと市議会議員選挙って入れてくれないんですよ。嫌われてもゼロ票、無関心でもゼロ票。でもいっぱいの人に嫌われても、ごくごく一部の人に好かれたら当選する。これが市議会議員選挙の面白さなんですね。で、10万人有権者がいるこの朝霞市で前回、当選してる人の最低ラインが761票なんですよ。10万2000人いるところから761票で当選する。なんとなくいけそうな気しませんか、皆さん。っていうか、761を10倍しても7600ですよね。100倍しても7万6000なんですよ。つまり100人に1人入れてくれれば1000票で、1000票取ればもう全然20位ぐらいで当選なんですよね。ということは 1% の人に、好かれても、好かればいいですか、 99% の人に嫌われても 1% の人に好いてもらえれば当選するのが市議会議員選挙なんです。で、このね、事実をまず、真実というかね、事実というよりも真実ですよ。これをまず皆さんに知っていただきたいこと。で、そうするとですね、一票の重みが半端ないんですよ。これ半端ないんです。大阪のダブル選挙が5日前に行われていますが、松井さん、勝った松井さんなんか確か200万票ぐらい取ってたと思うんですよ。200万票近くね。もうな、200万とかなったら、自分一人行ってもほとんど意味ないわって思うじゃないですか。2位の人が100万とかぐらいですからね。で、市長の吉村さんも60万とかね。もうそういう数字になると、俺の1票、私の1票変わらないと思うんですよ。ところがこの市議会議員選挙というのは、1票がもう重くて重くて。
それはなんせね、それは2人とか3人から1人選ぶのと30人から1人選ぶんじゃもう全然その重みが違うんですね。でその重みの違いがもう明らかなのは前回の朝霞の選挙を見ててもですね、761票で当選するした人がいれば25番の人は746票です。たった15票差で、その下の人が707票です。津波高久さんね、僕ちょっと仲良くさせていただいてるんですが、761と707票、たった55票っていうかね、たった本人は、まあ、たった55票で泣きましたというか、たったとはつけてないかな。でもこの55票がまあ大変、それぐらいだから一票一票の重みがあるので、市長選挙とか国会議員選挙とか一番にならなきゃいけない選挙ってほとんど個別の周りはしません。各お家に行ってね、 こんにちはよろしくお願いしますみたいな、選挙期間中はやっちゃいけないんですけど、まあ、やってる人もいるようですけどね、ほとんどが個別訪問してお願いしますってやって、とにかく一つが一票がむちゃくちゃ重たいので、そういう個別訪問してですね、特定の支持者を集める人が当選するというのがこの市議会議員選挙なんです。でまあそのじゃあ市議会議員って何なのとかほとんど知られてないと思うんですよ。でむちゃくちゃ美味しいというしか言いようがないですね。美味しいという言葉、これは僕が現職の僕が言うとまあいろいろとこうね問題があるんですけど、僕もあえてガンガン言います。その美味しすぎるからですよ。もうボーナスが10日後ぐらいにあるんですけども、めちゃくちゃ給料もらえます。まあ報酬なんですけどね、船橋市議会議員で年収が1200万近くあります。多分それぐらいあると思います。議員のねそういう政務調査費、政務活動費なんかもが100万ぐらい入れるとね。で仕事どれぐらいするのっていうと、年間絶対行かなきゃいけないのは60日ぐらい、まあいろんなまあね視察とかもあるんで100日ぐらいになるでしょうけど、それでもそんなもんです。で行ったからって朝から晩までやるかって言ったら、もうほとんどそんな会議もしません。時間単価にすると時給10万円まではいかないけど5万円ぐらいあるんじゃないですかね。いやそれはもうね、美味しいですね。この間なんか視察で新幹線に乗ったんですけど、グリーンよりももう一つ上のね、あれ何クラスっていうんだろう、金沢に行った帰りかな、グランクラスっていうのかな、後から知ったんですよ。グリーンよりもはるかに高いんですよ。2万5000円ぐらいするのかな、普通に行くと1万3000円ぐらいのが2倍ぐらい。へえと思って、まあ帰りというかね、その扱いがとにかく、その会社の重役だと思えばいいです。船橋だったら3000人、まあ、非正規の入れる人も入れると5000人ぐらいの会社のね、年間3500億ぐらい使う企業の、まあ、平野取締役ぐらいの扱い、待遇です。まあ、それぐらいですね、非常に美味しい、いい仕事です。もちろん責任もあるでしょうし、何よりもだから、選挙で勝たないと、それが、実現できないと。で美味しいから報道されないんですよ。で一番この美味しい仕事についているのが公明党さんです。日本に3000人ぐらいいるはずです、公明党の議員さん。その次に多いのがおそらく共産党です。自民党よりも多いんです。この国の政治家、市議会議員から政治家と言いますが、公明党さんが圧倒的に多いです。公明党公認の議員、共産党の議員、両党とも非常にお勉強されていらっしゃる、努力される方々だと私は思ってますので、多いから伊達に多いとかそんなんじゃなくてね、勉強もされているし、犯罪とかそういう悪いこともしないっていうのがこの両党の僕が見ている限りのイメージです。もちろん一番多いのは無所属なんですけどね。まあ無所属で、自民党系とかそんな感じが多いんですけどね。まあとにかくそれぐらい美味しいです。まあ朝霞はそこまで給料高くないですが、人口が少ないんでね。それでも年収700万ぐらいあるんじゃないかなと思います。で、もう一回ちょっと選挙の分析に戻りますとね、このように、700票とかで当選するのが市議会議員で、もうこれを知れば、皆さんが知れば、って思うと思います、本当に。で、
ご本当に美味しいから公明党さんが特に牛耳ってるので、まあ、放送業界公明党さんが仕切ってると言われる一部説もあるし、まあ、僕はそれはまあ否定してないんですけども、まあ、例えば警視庁なんかもですね、東京都議会で一番多いのは公明党ですから、まあ、公明党さんが実質警視庁を仕切ってるというそんな説もあるぐらいで、あんまりだから報道しないんですよね、見ないでしょそもそもテレビで。市議会議員選挙が行われました、あ当選うわーってこう出したら、え何々700票とかで当選できるのってなるから、俺でも当選するんじゃないかと思って、あの立候補する人が増えるとまずいから、あ報道しないんだと僕は思ってますが、で、ちょっと表読みなんですが、今回の朝霞の選挙ですね、現職24名のうち6人が引退をしています。ただそのうち3人は次の自分の後釜をちゃんとですね、擁立しています。民主党とかですね、共産党自民党の方で、まあ、大体自分の後釜をこの人っていうので、うまくまあ名簿の引き継ぎって言ってね、自分の講演会を僕は今度引退するから、この子がうちの地盤通からこの人に投票してねみたいな形でうまく引き継いでいくっていうのがこれまでのずっと流れで、ただ6人辞めて3人しか引き継がないっていうのはちょっとね穴場なんですね。でこの分析、僕別にあの朝霞のね、選挙調整なんてメディアに見てもどっこもないんで、朝霞に深くですね、まあ、朝霞の、まあ、簡単に言えば現職の議員から聞いた話で、まあ、3枠空くんだと。で、前回落ちている時点の藤井さんという人746票、この人元職でですね、前々回は議員だったんですが、市民ネットので議員だったんですが、前回時点で落ちてます。69歳ですから、今回この人立候補する予定です。73歳です。ただ現職3人いなくなったんで、実質3つ空いたんで私でもいいんじゃないかということで突如候補を表明されてるので、もう支持母体である市民ネットが全く応援しないということなんで、この藤井さんという人はまず無理だろうというのがあります。で、時事点の津波さん、この人は実質上は大阪維新系の推しがあります。でこの津波さんが前回707票で100票少ない607票の滝崎さん、この人が幸福実現党の実質方です。幸福実現党からも立候補された、あの国政に立候補された実績があって、この方が前回607票で、柏谷さんという方が、これが東京の方の維新で前回575票と、で、でもう、まあ、28人中2人はもう全く泡沫、全然そのこれだったらいけるんじゃないか、ちょっと分かりませんけど、必ずまあ結構泡沫って言って、知名度もないし、組織もないっていう方が立候補されて、この2人がまあ泡沫で、もう4人中2人は絶対落ちると。で、前回時点だったその73歳の元職の人もまず 99% 落ちるだろうっていうのが地元のその現職の人の読みです。そうすると3つ空いた席を4人の人が争うと、前回707票だった津波さん、600票だった滝崎さんで、575票だった柏谷さん、大阪維新、幸福実現と東京維新ですね、この3人プラス NHK から国民を守る党の人間がですね、入って、この4人のうち1人が落選するんじゃないかっていうのが、まあまあもう微妙というか、もうかなりシビアな表読みです。で、僕はもうこの票読みはもうかなり信頼性が高いと思ってまして、で投票率もですね、3人がもう引き継がないんで、前回 34% なんですが、投票率がおそらく28から29になるだろうと言われてまして、もう650もあれば十分当選台に行くでしょうという今読みになってます。そんな感じで、まあかなり泥臭いというかね、
解説してますが、まあ、そんな中でですね、NHK から国民を守る党はですね、もう全くそのこれまでの選挙と違います。もうまさに常識をひっくり返してます。空中戦です、空中戦。各お家に回ってね、よろしくお願いしますって挨拶をしていくのがドブ板選挙って言います。ドブ板を剥がすように探していくっていう意味で、票を探していくっていう意味でドブ板選挙っていうんですけども、そのドブ板じゃないと今ほとんど勝てないんですね。空中戦では勝てない時代なんですが、一時期ね、民主党なんかがそういう不動票を取っていった時期があって、その後みんなの党なんかも台頭して、大阪維新前回は勝ちましたけども、まああれは大阪だけでね、関東ではもう全く維新の風なんて吹いてなくてですね、空中戦になる、空中戦をやってるとこないんですね。でうちだけが空中戦、もう空中戦、もうまさに駅前でね、演説をしたり車で演説をしたり、もう道行く人にこうやっていくっていうのがね、空中戦なんですが、まあ、インパクトがね、この NHK から国民を守る党なんていうね、こういうインパクトで、もうできるだけね、色もこの黄色とブルーっていうのが一番映えるっていうか、目に入ってくるっていうのも研究して、この色オレンジから変えていってですね、車もバンバン市内を走ってて、今日もまあ車を見た人から電話をいただいたんですけども、まあまあ空中戦でなんとかなるんじゃないかなということで、正直ね、切羽詰まってません。他の陣営というか、まあ、僕、さっきの放送というか、次の放送か、二十回目言ってるんですが、中身が良ければ、どうでもいいんですよ。今回の選挙が勝とうが負けろが、どうでもいいんです。ちゃんと、その NHK から被害を受けている方をお守りするという、そういう基本的な、うちの政策ですよね。我が党の政策をしっかりと訴えていくことが大事なんです。訴えていって、あ、こんな政党があるんだ。ああ助かった、ああ政党に相談しよう、シールもらって貼っとこう、そういう方々が一人でも増えていくことが我々の目標であり、そういった方をお救いしていく、お守りしていく、そして一緒になって戦っていく、これが目標なんです。でその選挙の結果っていうのは、それはあくまでも結果であって、中身がすごく大事なんですね。だから選挙を別に勝っても負けてもこれどうでもいいんです。これは候補予定者も僕も共通した認識でね、共通した認識です。ダメだったらまた次別のとこ行こうよ。この立候補予定者、全然この朝霞市民でもなければ、朝霞で住んだこともない、8月、今年の8月に、3ヶ月前から住居を移譲しなきゃいけないんで、単身赴任で、8月に朝霞市民になって、12月6日の投開票を迎えると、こんな感じなんですけどね。ダメだったら別のところあるじゃないかと。我々は選挙に勝つことが目的ではなく、 NHK からお困りの方を、迷惑を、まあ、被害を受けておられる方を全力で命がけでお守りをすると、こういう政党を知ってもらいたいという思いです。でこれ綺麗事のように思いますけども、綺麗事でも何でもないですよ。僕は常に金と女を追えば逃げるって常に僕はこの鉄則なんですけど、金と女を追えば逃げます。で選挙も勝とうと思えば勝てないですよ。これ深いんですけどね、こんなのね。選挙に勝とうと思ってなんかがむしゃらにやっても、そこに目的が選挙に勝つことだったら、それはもう結局は見透かされてしまうし長続きしないんですよ。じゃなくて本当に政治の基本は、そのお困りの方、弱者を救うっていうことが、やっぱり弱者の救い方もただ弱いからその手を差し伸べるんじゃなくて、弱者に対してしっかりと情報を出していくというか、弱者が強くなってもらうために一緒にそのやっていくっていう、そういうこう弱者救済という言い方でいいのか、まあ一緒にね、強くなることが優しくなることなんだということを、まあある意味布教活動みたいな感じもしなくはないんですけどね。ね、とにかくね、穏やかにっていうか楽しくやってます。明日ね、全国から、もうすでに今日も来てくれてる人がいるようですが、いろんな人が集まって、ですね、選挙の告示前に酒を酌み交わしてですね、前日は朝から夜までね、10時から8時まで駅前でね、ビラを配って、で、終わったら酒を酌み交わして、当日ポスター貼りからスタートすると。まあこういう感じで、なんかもうね、サークルみたいになってます。全国のね。
立花孝志を中心にこの NHK から国民を守る党というのが楽しい人の集まりになってですね、まあね、当然組織ですからその輪に入れない人もいるでしょうし、まあ、まだ、まあ、勢力っていうか一つのグループしかできてないですけど、もっと大きくなっていけばね、いろんな考え方がの人が集まってきて面白くなるんじゃないかなと思います。だからなんて言うんだろう、戦うみたいなそういう考え方がないんですね。選挙戦を戦うとか出馬とかそんな感じじゃなくてね、ただ、まあ、文化祭をやるように体育祭をするようにですね、だって楽しいじゃないですかね。それ NHK にお金払わなくていいと、 NHK 見てないんだったら 払わないで行きましょうよと、一緒にね、そういうね法律を変えるために選挙行きましょうよと、我々が法律変えるまで頑張りますと、でその前に裁判で本当に NHK の言ってることが正しいのかどうかチェックしていきましょうよと、一緒にやりましょうよと、一人で不払いするのは皆さんやっぱりね、気がいわゆるその心細くなるんですけど、駅前にねスタッフジャンパーを着たスタッフがたくさんいてビラを配ってですね、ちゃんと警察にも許可を取ってですね、大々的にまあ僕は現職でいるわけですから、選挙にももうすでに勝ったという実績もあるわけですから、そういうね、笑顔から笑顔を生み出していく、楽しい、もうせっかく生まれてきたんだから楽しい時間を過ごそうよって、そんな思いで、ね、さっきまではかなりこう生々しい選挙の実態っていうのを語ってきたんですけども、僕は全然ね、選挙って人と比べる、まあ、あえて人と比べましたけど、人と比べるものじゃないですよ。選挙だけじゃなくて人生そのものが人と比べるものじゃないです。自分で自分のことを評価するっていうことですね。だから本当にね、立候補予定者とも、まあ、そもそも今回よく立候補してくれたなと、ね、そこからもうスタートして、ね、奥さんが最初反対とかしてたんですけどね、奥さんも納得いただいててですね、選挙ってなんか悲壮なイメージがあるんでしょうね。選挙とか裁判とかなんかね、奥さんとか聞くとね、いやいやいや、だって供託金たかが30万こんなの供託金返ってこない人いない。そうそう、選挙って金かかるっていうのを最後否定してですね、終わりたいんですが、選挙イコール人気者が当選するっていう常識も全くひっくり返さなきゃいけませんし、お金かかりません。まず事務所なんていりません。事務所構いません。ポスターも税金で、市が出してくれます。選挙カーもガソリン代も運転手の人件費も市役所が出してくれるんですよ。これ税金で賄ってくれるんですね。だいたい70万円相当、まあ朝霞だとそこまでいかないかな、それでも50万円相当の選挙資金は税金で賄ってくれるんです。30万円を供託するのはふざけてませんよと、私はそれなりの票は取れる見込みはありますよと。それなりの票ってどれだけの票かっていうと、10万人のうち 34%、 3万5000人が投票に行った場合、3万5000割る24、3万5000割る定数24割る10なんですよ。そうすると145票入れば供託金は返ってきます。145票しか入られるということはちょっとありえないんですね、その我が党の名前を使えばね。でその供託金30万円は返ってきて、約50万円の助成が受けれると。で他にお金がかかることでさ、一体何があるんだろう。まあ、ウグイス嬢を雇うのが10万円ぐらい、あと選挙カーの看板をつけるのがまあ20万円ぐらい、そんなもんかなとちょっと正直思いつかない。はがきか、2000枚はがきを送る、まあ、郵便切手代も選管が出してくれるし、新聞の印刷代も全部選管というか市が出してくれるんですね。だから実質上もっと市が負担してくれるんですね。特に市議会議員というのはビラすら渡していけないんで、本当に安上がりとか安いんですよ、これね。だからこう選挙のイメージ、まあ、裁判もそうなんですけど、最高裁とか高等裁判所 の裁判官が3人ガーンと座って大法廷みたいなイメージじゃなくて、簡易裁判所の裁判っていうのはもう平テーブルでね、おじいちゃんのような裁判官がいてえっちらおっちらやる裁判が大多数でね、テレビによってかなりの人が洗脳されてると思います。常識をまずひっくり返してほしいというか覆すというかね、常識にとらわれることなく、こう新しい目というか白紙の目でね、
社会を見ていけば非常に面白い未来というかね、人生を送れるんじゃないかなと思ってます。ね、僕はもうそれこそパチプロ、まあ自分の人生でいうとね、10歳から働いてるのかな。小学校5年生の時夕刊配達をして、産経新聞の5年生6年生夕刊配ってて、中学生の時に、朝日新聞から朝刊配ってて、夏休みとかは船会社でね、船の切符切ったりタラップかけたり、そんな仕事もバイトもしてました。高校生の時はガソリンスタンドで働いたりとかね。ただもう高校生の途中からパチプロで十分稼げてたお小遣いはね。で、まあそんな中で勉強もちょこちょこはしてたんで、NHK に18歳で入って、NHK に入ったらもう死ぬまで安泰だなと思って、たんですが、19年 NHK で働いて、まあ内部告発をすると、まあ NHK があまりにも腐りきってると、いうような、まさに紆余曲折の、まあその後パチプロをして、今、現職の市議会議員というような、もういい時間ですかね。はい、まあこのようなね紆余曲折がありますが、僕はもうこういう紆余曲折波乱万丈の人生楽しいと思って生きておりますので、ね、僕みたいになりたい人は僕のような考え方をしたらいいと思います。立花みたいな生き方なんか嫌だっていう人は当然ね、守りの人生を生きてください。ということで以上19回目ですか、終わります。ありがとうございました。